みんなねえどういうことちょっともうちょっと誰もいない誰もいないけどつらいつらい喉からからちょっとトラブったしテンパったしもう手が震えすぎて手が震えすぎてもうちょっとなんか分け目とか も <laughs> なんか,理,か理解はした理解はしたけどどういうことえキングアンドあスミッコさんミルキーさんキングプリンスんああ噂になってたいや私も全然全然そんな気配すら感じてなくて一生このままついていくんだって思ってたからびっくりしちゃった。 ほんとにショックほんとにショックえっ、ー、どうすえだってもうだって書いちゃうとかさ泣,泣いてったよねみんなどうするの3人はどうするのタッキーの事務所開くのかないやちょっと私もそれ思っちゃったよね でもなんか、岸君のタイミングと翔君と仁君のタイミング違うのあれかえちゃん泣いてましたよねだってもうく君が泣いて元気でって言ったのこれがそういうことそういうことそういうことなのうそー そうですよね秋の映画があるからってことですよねしょ岸くんはいや私理解できなくて本当にあの記事みたいのが出た時に岩地と全世界関全世界関係あるのかな福岡での公演あっあっいやーちょっと ちちょっっとびっくりししゃいましたなんか一回私 FC 動画全部見たんですけどなんかねえ無理だよそう今岸くんテレビ出てるんだけどそれどころじゃないもう録画録画であっただってあれネタ番組だからちょっと今笑えないと思う衝撃がやばいタッキーの事務所あるのかなってみんな思いますよねなんか中には TOKIO さんの TOKIO の事務所に岸君入るんじゃないかってどうしてそんな冷静なことを言える人がいるんだって思うんだけどすごいなって思ってえもう一生会えない感じはしなかっただって翔くんとかもこれからも皆さんを笑顔にしたいって言ってたからどっかでこう私たちと会えるタイミングがあるのかなっていう感じはしたけど いやもう焦ったえっ翔くんの結婚説が出てる嘘ドッキリじゃないこんな壮大なドッキリやりますえー、ちょっといやいやもうほんとちょっとほんとほんと手が震えちゃうほんと嵐の休止以来の衝撃ですいや確かに いや、そう、ドラマも見たばっかだし、まさか。え、ってかもう今日とか、ほんと結構露出が多い日だったから、なんて言うんだろう。楽しい気持ちだったじゃん。そう、嘘であってほしい、本当に。いやー、びっくりしてます。え、どうするのえ、こう、壮大なドッキリであってほしいよね。いや、でも私がすごい思ったのは、 何があ5人の未来に向かう形が岩地のせいではないそうそう岩地のせいではないタッキーがやめたくらいだものスマップのようなこと起きた落ち着けないのにああはい、まあ、私やばいですよね銀ンジ君ついに岩地とやりたくなっちゃったのかなまあ。でも でも逆に言えばそういう活動も見れる可能性が出てきたっていうことではあるよね。M ステみんなで、そう !M ステあんなにみんなにニコニコやってて、これ決まってたのみたいな。衝撃悲しすぎる。ね。各期について海外行くのかなって。ファンクラブのと、いや、ファンクラブの動画もほんと、やばい。愛ちゃ一人で、現実を起できない。 いや,いやだからもうみ皆さんで受け止めましょうそしてそう私も岸田だから分かる夢さんがおっしゃってるように推しが脱退対処するっていうことだもんねいやーあんなに楽しそうだったのにねいやだからやっぱそう別にみんなが仲悪いわけじゃなくて。 方向性が変わっっっちゃったっていうことなんだよねどうしましょうもうファンクラブの動画見てもうわ、そう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 結婚説なくはなさいやもういいよもう結婚してもいいからいいからって言っていいのか分かんないけどあの続けてほしかったな岸君 VS 魂もやめそういうことそっか事務所やめたら VS しも出られなくなるってこと グループが全員揃って何十年続けてくって本当にすごいことだなっていや本当にいやなんか私ちょっと古すぎるかもしんないけどなんか山口百恵さんみたいってちょっと思っちゃったいやー本当に悲しいですいやそうですよねなんかこう逆にぜ人気絶頂でこうあれするってなんかこう伝説になるグループみたいな感じもしちゃうけど 明日、キンプル見るのとい、ねえ。いや、だけど、蓮ン君とカイちゃんが、キングプリンスを守っていくって言ってくれてることとかも、なんか、すごい感慨深くて、つらい。ジャニーズ事務所完全就職。あ、そんな、そんな。<laughs> ファンクラブ、カイちゃん。いや、本当に、カイちゃん、カイちゃんの顔思い出すと、もう、やばいね。 言葉詰まってたもんね。三人で活動するのかな、本当にジョーク。いや。どうしたらいい?。いや、もう本当にどうしたらいいしかもう出なくて。なんか。た、うーん。なんかわかんない、勝手な想像だけど、三人で。 意見が割れたのかなやっぱ海外に海外を目指してって言ってきたけど,いど彩りいやだからさもうそうやって言われるとさその彩りみたいな5人があっていやいや悪い意味じゃなくてねそのカイちゃんがさ思い出になる MV みたいなこと言ってたのもなんかちょっと苦しいよねいや本当に 私めっちゃ泣いてるとこに親が対象したとあとソロ活動したらたキングアンドプリ c スのあ待って待って読み切れない違う母ちゃん大丈夫かな見るのつらいね元気なくなりますいやー本当に <laughs> いやーでもなんか翔くんが 連会を置いて出ていくとは思わなかった。うーん、分かんないね。裏側って本当に分かんない。騎士団だから脱退や対処辛すぎる。涙取られます。いやー、そういう方たくさんいるぞ。もう私も含めだけど。うーん。いや、私ニュースまだ一回も見てない。ニュースなんて？涙が止まらないよ。 なのョさんさダンスずっっと見たかったか私も、ね、それこそあれなのかなしょうくんとかやっぱ結構ライブ中とかも足とか痛そうにしてることとかあったからそういう部分でもなんか言ってたじゃんこの、ね、年齢を考えた時に海外に行くのはもう無理なのかなみたいなことを言ってたからファンクラブだけでも本人の口から話してほしいよね。 確かにでもファンクラブで今本人の口からお話しされてるのであのぜひ見に行ってみてください陣痛中に大丈夫ですかいやー頑張ってください出産頑張ってくださいいやどうしたら本当私もどうしたらいいか分かんないだって ぶ,ぶっちゃけクロサギ見てちょっともううたた寝してたのねなんだったらちょっと一杯飲みながら見ちゃってたせいでもう私もこんな悲惨な姿でお送りしておりますけど「岸平ファンだからつらいですそうだよね」「初めて金粉プリニュース見てこの気持ちどこにぶつ,ぶつけたらいいか分かんないですよね分かる」。いやー だけど、キングプリンスがなくなるわけではないんだなっていうのを、や、さっき動画見て理解した。でも、キンプリ明日から動画、あ、あ、こんばんは、おきましたね、ともさん。いや、もう、ほんと、どうし、どうも、ちょっと、ちょっと、もう、どうしていいかわかんない。K-POP に押されちゃいます。いや、ほんとに、いや、えー、あんなにさ、すごいもの、あんなにかっこよくて。 レベルの高いものを見せてくれてるのに、それでもやめなきゃダメなのどうしたいのもともと嵐ファンでまたこういう経験するとは思わなかったん。ニュースとか文春とかあまりきんあ、キンプリ、あ、ちょっとごめんなさい、私読み切れなかった。すいません。えー、どうしよう。え、どうしたらいいかわかんない。皆さん、どうし、どうしたらいい もしかしたら、岩地と合流して岸君と、いやプリンスき気かないうん。あんぱり二人、金プリ二人になんだろう。完すれば、舞子さん衝撃的びっくりする。頭真っ白。最近金プリ好きになったばっかりだったんだ。そっか。いや、本当に、突然すぎてびっくりだし、今あったように、そうですね。東方神起みたいな感じなんだよね。きっと。 ファンではないけどキンプリが唯一世界に行けるグループだと思ってました。いやーいや私も本当いや私本当こんなお知らせくるって思ってなかった。大丈夫私なんかもう今もう本当感情のままにお送りしてる感じで内容とかもないです。プリンスもゼロですわー。 そんな、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 そんなこと言わないでって言うけど、でも事実だよな。エゴさしたら金プリ解散ってあった。え放送前にすごじゃあもう分かってたことなんだ。えー、だから本当だよね。5周年を迎える前日に、対象しちゃうってことだよね。プリンス3人で勝つと、さあ、そうか。 ライブ一度も行けずに終わるいや、わかんなくない解散、解散じゃないからこれは解散じゃない。ちゃんと、連会が守ってくれるから。あれだけど。よかライブないかもう。もうないか。キングさん3、3人バラバラになるのいや、本当ですよね。いや、まさかそういう、そういう、別れ方、 っていうだから年長組とこう末っ子組に分かれた感があるのかなやっぱり若いからまだいけるって思う子たちともういやなんか分かんない分かんない分かんないよ本当に分かんないけど息子さん息子さん3人でやってほしいまあそうねそうねもう。 そうね、な何何があったの <laughs> な平野太の小学生の娘と初めて辛い経験です。明日起きたいやほんいや子供たちーずっと泣いてますいやー泣くよ泣くですよ50年アルバム買いづらいいやーでもいやでも本当に。 最後までって言っちゃなんだけど応援するよ最後っていうかキンプリはまだ残るからね絶対に平野昌一の息子泣きそういやな,な泣くよいやなんかもう本当にそのファンクラブ動画を思い返さないようにしようとしてるもん今自分があれも思,思い出したらちょっとやばいやばい初めてジャニーズファンになったら悲しすぎる シ原さん、初見です。脱退泣きそうね。ね初見ありがとうございます。ティンバーさん、でも、キンプリは5人の道を、そうですね、5人の決めた道だから、応援できたらいいなって思います。タッキーの脱退直後で、いやそう、そうなんですよ。もしかしてって思っちゃうよね。グッズチョっコリさんとか、いや、だから、そうですね。ポニーテールスマイルさんがおっしゃるように、 チョッコリさんとかアクスタとか待ってほしいっていうのはこのアクスタフェスタのためだったのかほ本当にキンキンでこういう話になって去年から話し合ってたって言ってたよねいやなんかずっと思ってたのキンプリってみんなで高みを目指して同じところに向かっていってる姿が素敵だなってでも実は裏側ではやっぱり各々違う ことも考えてたんだなっていうのをなんか痛感させられた私とか、まあ、自分の話しちゃったらあれだけどテスト勉強する前にスマホ見たらいやー手につかなくなりますねテスト勉強が脱退前に5人でライブ最後にしてほしいねできるならできるならしてほしいですよねそう私なんか自分の話してもあれなんですけど。 ももととそのお笑い芸人みたいなのやってコンビ組んだりとかしてたんですけどやっぱりおのおの向かう先は一緒でも方向性って変わったりとかする時があってそこでぶつかり合ったりすることもやっぱあったからキンプリって若い男の子たちだけどみんなそれがまとまっててすごいって思ってたけどやっぱりおのおの考えがやっぱあるんだなって 思った怖くてファンクラブ動画見れないですうん確かにまだ見てない方もいるんですもんねでもファンクラブ動画の中でおののの気持ちをちゃんと一人ずつ話してくれてるだし何かそれこそあれを見るとさっきまでの「M ステ」の生配信生放,生放送ん あちょっとごめん、混乱した。皆さんのコメントで混乱しちゃった。あの、あの、ニコニコやってくださってたじゃん。いろんな思いがありながらやってて、この発表を今ここでするっていうのも分かってたはずじゃん。あんなに仲良さそうで、SixTONES の皆さんは知ってたんでしょうかって思っちゃうよね。<laughs> 個人それぞれも応援するいまちの時も見たく気持ちは6にそうだよねそうだから今後もバラバラの活動になっても応援し続けたいなって思ってます私は一人一人をただみんながその何て言うのやめるとは言ってなかったから この業界をやめるっていう話はなかったからそれだけが救いかなすーさんそれでコンサートショうくんたくさん泣いたのかないやーなんかねそう思えるのはちょっと私まだメイドインのライブレポまとめ終わってないけどそうなんですよねしョうくんが涙流したシーンがねあったっていう話で。 そうなのかなって思わされちゃうね。いや本当に心の支え私もね金プリが心の支えでいろいろあってそんな中金プリにあってこうなんて言うんだろう頑張れてたの今まで。それがね金プリがみんなバラバラになるんだって思ったらすごく。 悲しい気持ちでいっぱいなんですけどでもやっぱりみんなそれぞれの人生だから逆に思えば考えればみんながそれぞれ自分の人生をしっかり考えてるっていうことなんだと思うしね本当はあのすぐに気持ちを切り替えて背中を押してあげたいって思うべきなんだと思うんだよね。 でもね、心がついていかないんだ。レコード大賞も取ってほしい。もう、もう、だからもうほんとこっから、こっからほんとになんかもうほんとに、すべてを費やして応援したい。やっぱりジャニーさんが亡くなって経営者もだ。うーん、わかんないな、その辺は。かえちゃんの顔を見たら、うーん、確かに。そう、だから三人一緒に対処するっていうのがね、 何か意味ありそうですよね。他のグループもどんなるうんこれからテレビで本やキン金プリのおかげであ、どうしよう岸君翔君く君大好き今回ミリオン頑張るミリオン頑張りたいよ。初めてこんな好きになったグループ信じられないですいやー同じ同じ いやだから私、その、キンプリが好きで、そっから発生して、ナニファムになったり、実はまだ言ってなかったけど、トラジャのファンクラブも入ったりしたの。これって、あの、なんてうの、キンプリが共に切磋琢磨してきた仲間たちが、そのグループにいるから、応援したいと思って入ったのね。でもなんか、大元となるキンプリが、 2人になるでもでもやっぱりそのカイちゃんとレくんがキングアンドプリンスを残していくっていうことをやってくれるって聞いてそこも絶対応援していきたいところだしだけどその岩ちがこう脱退した時のようにその事務所に所属してる人たちがその対象したたち 対処した人たちの話ができないっていうような状況とかもなんかメンバーが3人もさ辞めるってなったら3人の話できなくなるんでしょえどうしたらいいのなんかそこオッケーにしてくれないちょっとなんかもうなんかそのしがらみなしにしないもうやだよ他のグループも心配になってきちゃうそうですよねどうなるんだろう どうなるんですかねいやーどうなるんだろうなんかわかんない岸君がなんか TOKIO の会社となんか提携結んでくれたらいいよね初めて推しができたのは弘野くんでキンプリ好きになって1年3か月1年3か月かもっとこれからずっとずっと応援したかったですよねでも多分 活動は続けてくれると思うんだでもね、キングプリンスとして見たかったんだよね、私も。全員が好きで。本当にもう、キシタンとか言いながら、完全に箱押しで。誰平野翔くん、これからもたくさん全部見ますかね。こんな好きになった芸能人、初めてショックです。せっかくなら5人で抜け。うん、5人で抜けるかでもなんか。 方向性が違うみたいだから。なんかこれからさらに怖いことになりなきゃいけない。5人のわちゃわちゃが見たい。わかる <laughs> 株式会社時を助けてくれるかなデビュー当時から押してたから急すぎてついていけない。いやーもうそうですよね。私なんかが思う。だって私でもショ,ショックがこんななのに。 ずっとずっとずっとジュニアの頃からとかそれこそジュニアからキングダプリンスだそっからキングあキングブイヤじゃあミスター・キング VS ミスター・プリンスみたいなとこからこうキングプリンスになってみたいなところもみんな気持ちをこういろいろねこう切り替えてやってきたと思うんですよまさかこれはちょっとびちょっとね想定外想定外だったよね いやー、生きる気分を失望、ちょっとすごいわかる。いや、だって私もわかんない。この気持ちを、ほんと理解しなきゃいけなくて、みんな応援しなきゃいけないが、わかってる。そう、一番、そう、一番の時は絶対いい感じだったよね。だって、ずっとつい、だってあの歌詞だって、上目指すからついてこい。全員一人残さず、連れてくって言ってたいじゃん。 嘘嘘ごめんでもなんかほんと理解して3人を気持ちよく送り出してあげなきゃいけないんだっていうのは分かってるんだけどねもう,もうどうしたらいい辛すぎて今日からどうやっていけばいいんだろうって思いますもう私の心をそのまま言ってくれてるいやー辛い。いや私もうこのいやこのこの生配信やめられないかも あの、多分同じことをループして言い続けると思うんだけど。いやいや同、同じ状況ですか分かってくれますありがとうございます。じゃあ、いや、黒崎の直後そ。そうそうそう。いや、話して。みんななんか私、長い分ちょっと読み切れないけど、皆さんの思いもぜひ聞かせて。もう多分一番の理解者が今見てくれてるって思ってる。ちょ、曲が多すぎぜひ。 火起こした、え、ひ、ねえ、火起こしてるそれ私、火起こしたタイミングで始めたそういえばキ金プリが残してくれていて、本当、あ、理解しようとしても、そう、気持ちが追いついていかないの。スナップの終わり、始まり。あ。辛すぎて、本当に涙止まらない。いや、なんか、本当に、心の支えがなくなってこれからどうすればいいかわからないです。 いやーいやーわかんないなねえ。辛いとか悲しいっておもろい。辛いとか悲しいっておもろいかキングプリン、あ、キンキャ、ヒカル、ヒカルゲンジをキングプリンスと呼んで待ち、しまうぐらいもうちょっとダメ混乱、こんな。キンプリ好きじゃない人も衝撃受けてるのが、グループとしての希望のでかさを感じる。いや、本当に。いや、もう絶対的にもう伝説のグループとしてなっていくじゃん、こんな。 そうわかるの。ノンさんわかりますよ。分かってあげたいけど、ちょっとね。いや、本当に、今日がエイプリルフールで会ってほしかった。いやー、でもなんか、ここ、あ、あた、改めてね、改めて、あ、こんな感情にさせられるんだってことに気づくほど、自分が本当にキンプリありきで生きてたなっていう感じがするよ。 岩,岩地が好きでキンプリも好きで応援しようと思ってたからね元気くんやめてショックだったのに3人が辞めていやーもうやだよねいや分かります SMAP と嵐の後継者だって勝手に私も思ってた海外とかこれからだったじゃんいやなんか本当に昨日っていい推しの日だったよねそうなんですよそうなんですよ 4年間頑張ってくれたし楽しい届けて暮らしたし冠番組を前に楽しみいや本当に感謝しなきゃいけないことばっかり岸くんがいたから頑張れたのに24時間のパーソナリティもやってくれたしねいやーいやー就職活動して2社受かったけどどっちも不採用受けたけど不採用金振リがいたからたいや一生だよ私も 私もさいろいろあってさもう何もやりたくないなって思うぐらいちょっと絶望的になってた時にキンプリに出会ってるからいや本当にキンプリだけが支えだったのにひょひょくんがちょっと待ってひょくんがちょっと待って。 まだこれからも見れる。いや、ほんとにね、ね、もうどうしようも、ぜ、全部、全部買う、全部買う。もう、絶対裏ある。いやー、そうよね、そうよね。え、いまちなんか言ってるいまち、いわち、配信して <laughs> いまちなんか配信してほしい。言えないかな、もう。岸くんも、神宮寺くんも。 知らななもや思思わない思わないいだってだって「って M ステ」見てた?「M ステ」見てたいや「M ステ」いやいやいやアイドルってすごいなって思ったあんなに笑顔でみんなで楽しそうにしてたけど今日発表あるって分かってたんだもんね。明日かからどうしていいのか いやー、どうするね、なんで対処するのもうなんでなんでなんでだっだももうわからんねえのなんでどうするのこれから。みんな、どうするの待って、わかるそう、m テ見てみ見ましたよねめっちゃなんかみんな美女よくて。私なんかツイッターで、なんか、 レン君がドラえもんの声優決まったとか言って、可愛いかける可愛いとか言ってツイッターにして、何、何やってたんだよ、もう。そういうことじゃなかった、もんいや、ちょ何言ってるか分かんないですよね、私 <laughs>。もうやだ。ジュリー稽子はやっぱあれなのか。いや、私も事務所のことに関しては全く分からないし、もう憶測でしかないから分かんないんだけど。 いわちと会った時にもしかしたらボーリーでも正直いわちとの。わかんなくないだって。それこそユーチューバーとかになったらどうする。いわちと一緒に出るとかあるかもよ。まあでもなんか、今そんなこと、そんなことじゃないんだよ。なんかもう、いや、違うのよ、なんかまだ。いや、全然許すよ。全然戻るの許すよとか思っちゃう。ねえ。 いやスマップの時か確かにそうなのかもてか5人の絆がきるいや5人さずっと仲良くしててお願いながらいやほんと寝られないし私この配信をやめられないもう言ってることずっと最初から一緒なんだけど <laughs> 内容とかマジでないのマジマジでないんだけどほんとに辛いの。 どうしたらいいこの気持ち。最後、脱退する前に6人揃って歌ってほしい。いや、本当に、なんか、ジャニーズ事務所さんを許して、本当に6人でさ、集まってやったら、ダメいや、本当なんか、いろんな思いの人がいるから、変なことまた言ってたら、ほんとごめんなさい。いや、でも、でも、勝手なこと今言ってる。ごめん。明日、受験勉、受験、受験頑張ってください。マイチャンネルと配信で落ち着きました。あ、よかったです。 ティアラを見せない。いやーそんな、今日さ。わかる。頭の中パンチ食ってる。明日仕事だけど。いや、仕事頑張ってください。みんな一緒大丈夫。みんな一緒ですよね。ジング、もうジンくんとかさっきのライムしてめちゃくちゃさ、あの何、なにあああの、柱に寄りかかってる感じ、くっそかっこよかったよね。はいや、本当にかい、思い出しちゃうよ。ダメダメダメ。 かいちゃんなのか思い出しちゃうからダメダメダメ <laughs> えどうしたらいい <laughs> いやもうほんとになんかもうどうしたらいいか分かんないよねえもう許すからさもう一回考え直さない <laughs> 1週間前からファン1週間前で辛いジンくんの仮面やジンくんの仮面やばかったですよね 振り返り返みたいな感じかっこよかったかっこいいみんなレベチだったお前さんなかったらいけないんだけどええほんと翔くん k p o p の事務所えっそうなの翔くん k p o p の事務所に行くのえっま,また新しい話が浮上してますけどでもなんかほんと私最初手を震えてたけどちょっと収まってきたかもしれない来週 発売のシングル最後かな明日からどうやって、M スで岸くんが一人一人に笑顔を見てた見てたみんなに、みんなの顔見てた最初のとこだよね岸くんがね、仲悪いんじゃないと思う、私も。違うと思う。本当に方向性だと思う。え ?K-POP? いや、私も思った。え ?K-POP? 突然大切なものをなくした感じうわ、まさに、まさにです。はぁ、そうよ。 いや、本当につらいね。こんなことあるの聞いてないよ。え、こんなことあるのええー、ちょっと戻る気しかない。何回も同じこと言ってるけど。ひょうくんの優しい歌い方が心に刺さりました。思い出したら泣きそうです。いや、そうよね。いや、みんな上手だったよ、今日。あのさ、和やか。 まえちゃん、顔ゲ、顔ゲしてないから今。ちょっと。いやでも今のでちょっと笑わせてもらってちょっと気分紛れた。ありがとうございます。やっぱなんか誰かと話してないとダメだね。ちょっと落ち着いてきてる本当落ち着いてないか。どうかな。テレビに出なくなるのいや出ると思う。出る出る。絶対出る。 ダブルパンチ。でもなんかわかんないけど、その、いやなんかわかんない。一年前から話してたみたいな話してたよね。掃除いやなんかもうあっという間、ゃだってさ、5周年の前のタイミングでやめちゃうってことでしょま、前日だよどうお祝いしたらいいのカイちゃんとレン君が続けてくれても、どう どうきん、キンプリ5周年イエーイってなれない。今はなれるように変わっていく。カイちゃんのインタライブで出来上がった彩りの MV って爆泣きしたって言ってたよね。いやもう絶対そうなの。だからカイちゃんがさ、本当にさ、あの、彩りの MV はもう残、ずっと残していきたい MV みたいなこと言ってたじゃん。言ってたじゃん。なんなんライブだっけライブののきか何かわかんないけど言ってた。 もうそれってもうそういうことだったんじゃん p t s が影響してるのえでもなんか私それこそやっぱり分かんない分かんないなほんと私もう本当生配信すぎて言っちゃいけないこと言っちゃいそうで怖いな,えなんか言っちゃいけないやつなんか分かんないけどちょっと言うねなんかやっぱトラジャー がやっぱ海外で成功したっていうのもあるのかなってちょっと思っちゃったりした違ういやわかんないなんかその翔くん全部は言えないけどファンクラブの動画の中でその年齢的なことも考えてみたいなこと言っててだからなんか私的にはトラジアン世界デビュー関係していやなんかそう思っちゃったんだよなんかその精神的な面でね 実際は影響してないけど、本人たちの精神的な面でもしかして、そういう海外で結果を残したトラジャーとかのことも影響してるのかなとか。翔くん、福岡元気でね、やだ、やだもう元気でね、やだ全部ジュリーのせいピカさん、ありがとうございます、コメント。ジンくん、宮近くんと仲いいし。ね。 連,連絡もらったって言ってたもんねいやえだからさギュンとさどうもやってあり夏はギュンってやったの私はトラジャは関係ないと思うよ関係ないんですかね関係ないといい確かに海外に関してはデビュー当初からずっと言ったら気持ちはめっちゃわかる ショックすぎて見れません。初見チャンネル登録ありがとうございます。ファンクラブどうなるんだろう。翔くんの最近激痩せがすごく気になってた。精神的になんかいろいろあったのかもしれないよね。今日の夜絶対寝られない。いや寝れないほんと。どうしたらいいなんか明日さ、あ、なんか明日なんかカレー食べ行こうって。 言われてたんだけど、いけないもん。もうなんかもう、無理。有夏は、夜勤プリを、タッキーが新しい事務所を作る。タッキーもどうすんだろ、う今後ね。なんか明らかになってないから、ちょっとその辺も気になるよね。芸能界は残ると思うんだよ、私。あの発言を聞いてると。これからも皆さんを笑顔にしたいって、翔くん言ってたし、岸くんも、 これからも世界をみたいの言ってたよ人になりたくないよ。ジャニーズ事務所行って選挙、説教じゃない、説得した。ねえ。バンダイョンも5年くらいで終わったよね。やっぱり、すごいグループってそうなっちゃうのかなやっぱなんかさ、最近ずっと、 アップデート、アップデートしてきてた気がするの、キンプリ自体が。これ以上のアップデートが厳しかったとかもあんのかなどうなんだろうわかんないから、わかんないから変な憶測ばんかしちゃうんだけど。水害研究取りまくってなく、ティアラはキンプリの味方。いや、そう。ティアラはキンプリの味方だから。一つのもやめてみんなタッキーについていきそう。へーそうなる いやわかんないけどさっきさだ脱退の日に近づくにつれて精神を変えてきてさ「いや,いやみんなみんなもうほんと手をつないでいこう」かいねえかいちゃんやばかったねいやかいちゃんはもうほんとにみんなで暮らしたいって言ってたぐらいだから本当にみんなでずっと上に行きたかったと思うんだよね。私がすグループはほぼなんか,なんか 他の仕事が忙しくてあ、正直確かにね仕事をみんな忙しくなりすぎてたもんねでも退社するまで行くのかな確かにないやーどこで何をしていてもあと6か月6か月って半年ってことえー かいちゃん、かいちゃん今どう思ってますかキンプラ自分が、自分たちが一番最初に行ってお前も強かったといやなんかそんな気がします私も海外なんて行かなくてもいいよいやだから海外に行きたいグルー、行きたい人たちと海外もう無理なんじゃないかっていう 人たちで別れちゃったような感じしなかっただからなのかツアーが円盤化し、確かにツアー円盤化しないね、なかなか。かいちゃんです。かいちゃん。いや、受験勉強今辛いね、これ。この、いや、なんでこのタイミングだったんだと思うなんで 初見です海外行くなら今の時期しかなかったんです。いやだから本当にコロナが行けなかった気もしないなんか、だってあの時、武者修行みたいの言ってたじゃん、ちょっと前に。だもう分かったもうこれ全部コロナのせいだわ。今回のシングル、ティアラ。ティアティアラ。ティアティアラ版だっておかしいもんね。あー、もうやだー。 それね、タイミング悪いよね連会3人まとめていやほんと取いや分かんないいやもういやほんとでもそ勉強できなくなっちゃうよねでも勉強したほう勉強しないとねうーんもう分からん海外なんか行かなくてもいいいやほんとになんか でもみんなそれぞれやりたいことも出てきたのかもしれないよねもしかしたらえ BTS 関係あるそうなんだトラジャ関係あるのかないやわかんないです本当んとわかんない本当にねなんかわかんないきわどいこと言ったと思うんだけどいやほんとディアティアラ版がこのタイミングで出るって何か何でかなーって思ってなんかいろいろずっとねアプレ デートしてくれてたから、また新しいことやってくれたみたいな感じだったけど、違ったのかもしれないよね。手元に届いてみて初めてわかるのかもね。止める人いたよ、絶対。絶対止めたから1年ぐらい話してたんじゃないいや、本当にキンプリモットみたい。多分、あと6ヶ月見れたとしても、もっと見れる。 蓮くんの「男としての決断」っていううん慎太郎くん泣いてるんかないや本当に今日今日ファンクラブ入った人はびっくりよねいや本当に確かに今おっしゃってた「ドリームイン」っていう楽曲もう一回今聴いたらねいろいろ聞こえ方違ってくるよねきっとね 海外進出だとテレビ出られ出なくなるんですかねえー、そんなことないんじゃないかなどうなんだろうまあ出られるものはジン君がねが海外進出を諦めたみたいなこと言ってたし岸君もなんか自分のレベルが達してないみたいなどこでそう感じるのやっぱりさ上を目指すからそう思っちゃうんだろうな あ生きる意味をなくしたあーやめてちょっとあーやめてほんとそうだから私も岸君 TOKIO に入ってほしい TOKIO <laughs> 入れていただけるならキンプリ続けてほしいな二人の頃ってすまん ーと重ねねちゃううって、うんそうだね。確かにね。生、いや本当に生配信やめないでって言ってくださったんですけど、私もうやめられない。やめらだって、だって、どうしたらいいの寝れるわけないじゃん、こんなもん。やっぱり急すぎるよ。なんかな、いや、急すぎたよね。な、なんか。 ちょっとわかんない今それもどうかと思うけどこういうことに関してはちょっと匂わせいやわかんない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 もう何もわかんない SMAP は長いグループでしたね確かにいや本当に短い短いよ明日出かけるよいやそう,そうなの私も明日出かける予定だったけどもうほんと無理そうなんだけど 軽く軽く…軽く何時間も現れる <laughs> やばっいやだっ,てだってみんなそうじゃないの <laughs> いやほんとなんかなんかあんのかな事務所の中でこういう場合は対処しないと無理ですみたいなこうやりたいことが事務所にいるとできないってことなんじゃない違う 時々キンプリメンバーで集まって活動とねっねえなんかそ,そういうのしてほしいけどダメダメかせめて5年はやってほしかったねいや私もカイトカイトさん私も分かりますよこのなんかタッキーが退所したのもなんでってタイミングだったしその後にキンプリ3人がってそんなことある ホンダハートの動画消えちゃうのかいや、本当に、え、今までやってきたものは、もう、み、み、見れなくなるのえ、じゃあ、だってさ、てどうすんのなんか、今後なんか、過去の振り返り動画みたい、映像みたいなのでさ、キング g p r i n c スのデビュー映像とかって言ってたら、ほんと2人だけのとこは抜き取られるってことでしょもう編集する人も大変だから、やっぱやめんのやめないも <laughs> うん、やだ。 いやジャニーズはいろいろある芸能界は闇あるよそうなそうなえい、ー、まだに信じいや信じられないもうだっていまだにっていうかもうまだ,、ま、だ12時間ぐらい前の話だしいやいやもうユニットになっちゃうんじゃないなるかなそんなにジュリーさんって人がなんか問題あるの なんかこうかこうキングプリンスもう夢みたいな人たちもう夢だけを見せてってだからその結構さなんかこう恋愛アイドルって恋愛とかちょっと NG 感あるじゃんそういうのとかもね基本見ないようにするタイプっていうかいいよしても私の私だけねみんなは違うけど私のスタンスとしていいよ恋愛しても。 でも絶対あの夢だけ見せてくれればいいからみたいな感じだったけどこれはもう現実ごめんなさいなんかあモデルじゃんみんなのコメント戻れたごめん読めなかったの今まで何十年先も一緒じゃなかったのいやほんとそうよこんなこと言うのがやけど永瀬君と高橋君も事務所辞めてごめんねいやほんとはね現社長です 派派閥派閥なんマジでジャニーズ解体するんじゃないいやこれなんかさリアルに今活躍してる人がそうなっちゃうとそう思われちゃうよねいやー新メンバー加入とか新メンバー加入とかあるなんかその、ね、女性アイドルみたいな形取っていくあ男性もあるのか。 えー、自衛隊に入るの翔くんほんとそれはもう辞める前の夢でしょえ、ほえ、待って、これ夢かもしれない可能性出てきた。え夢夢じゃないよね、多分ね。あーもう。ま、いや、ほんとにそうよ。迷い猫ですよ、今。 どうしたらいいどうしたらいいの今後えどうしたらいいのねどうしたらいい答えください <laughs> ジャニーズ対象してもテレビとかあるそうだからだだジャニーズを対象した後ってあんまり出てこないこと多いじゃんそこはねどうなるんだろうってほっぺつねっても痛くないかもかも 痛い <laughs> あー辛い辛い署名活動署名活動する署名活動とか聞くのこれそんなにやったことあるどういう形で海外進出いやだからいやーイワチみたいにソロデビューするみんなソロデビューするのかな円満退社なの出られる 最近悲しいこと時間起きてないです。いやー、だからなんかわからんなんか、本当にわからないんだけど。タッキーが新たな事務所やりませんよ。うん。いやだからわかタッキーのこともわからないし、今ニュース見ましたいや、すごい衝撃ですよね。いやー、しんどいしんどいしんどい。わかります。しんどいしんどい。 署名活動してても、そうなのよ。本人たちが決めたことだから、辛く思っちゃうと思うんだよね。私たちが署名運動なんかしたら、本当は自分たちこうしたいけど、ってなっちゃうじゃん。なんか分かってん頭では分かってるこれはもう理解して、頑張れこれからも応援するよどんな人生でも応援するって言うべきなの。でも、でも心が2時間じゃ変わんない。 この2時間じゃ、気持ちが切り替わんないの。<laughs> もうやばいやばい。これ流して大丈夫な映像かな <laughs> あの、どうするいや、明日知る,知る人も絶対いるじゃんね。ニュース見て舞子さんが一番、思い浮かびました。ありがとうございます。共に、共に、顔芸顔、顔芸してないんだよ。<laughs> もうやだ。もうやだ。 50年に向けたドッキリクラブいやそうそうえそうなのかな社会を巻き込んだドッキリなのかもしれないンプリレベルになったらそれぐらいの大々的なことやる可能性もあるよねだって私やっぱトップアイドルだって思ってたし現段階で岩橋君と2人になるとしたら神宮寺君ならあり,ありえそう ありえるかなほ、ジグイはフォーエバーって言ってたもんね。えキンプリガチでもったいない。いやーほんと、ずっと見たこと一日つらいでどっかにすればいいのに。よしきプロジェクト。え <laughs> えー、わかんない。 どうしたらいいのいや、本当に、もっと M ステで暗い顔してたら違ったかも。なん、そんなことないか。そんなことないです。そんなことない。結婚発表とかおめでとう発表三人とも <laughs> そんなことあるそしたら子供みんな同級生やん。<laughs> いやいや、もうそんな冗談言ってる場合じゃないんだよ、本当 よしきさんとキンプリって縁あるのわかんないあのストーンズがつないでくれるかいやそれもわかんないけどなんかみんな助けてうまく呼吸できないいやほんとディアティアラバンってそういうことだったな VS 魂とダッシュどうなるんだろう岸くんどうするの岸くんずっと見てたよりんこさん ちゃん悲しすぎます5人のキンプリが好きだったのに分かるどうするねもう一回ギュッ私からしたら6人6人あお願いお願いだからえー、なんか意外だったよ私からしたら桜井君と相葉の時みたいなのやめてえっ桜井君と相葉君の時って何かあったんですかあちょっとわかっあ結婚 ダブル結構ねあ、そう、そうだ、そうだ、そうだ。え、三人そんなことあるえ、でもなんかほら、桜井くんと相葉くんは結構こう30代超えてからじゃないですか。岸くんなんてこの間、僕が一番結婚を遅いって言ってたもん。信じてる。<laughs> ああ、もうそんなじゃなくてもう、ちょっと待って。 不仲ではないって私は思うよ。不仲じゃなくて本当にみんながみんな真剣にみんなの将来を考えた上で別々にやった方がいいって答えを出したんだと思うんだ。絶対そうだと思うんだ。いちゃんティアラは一体どうしたらいいのいや本当そうで。私はもう現段階ではもう全員を今後追っていくよ。全員好きだもん。こんな気持ちにさせといてほっぽり出さないでよ <laughs> まだ20代で結婚。ね <laughs>。 結婚結婚じゃないってことにしよう一旦結婚じゃないってことにしようもうそれ考え出したらもうもうダメよダメダメもう辛くなっちゃうからもうやめやめやめ <laughs> えっと「いや元気でね」っていう言葉ねそういうことだったのかってね <laughs> ジャニーズ事務所に抗議しましょう いやでほんとさっきみんなも言ってた通りやっぱり5人が決めたことなんだよねいやー不仲ではないと思うんだけどいやだからどうするんだろうね今後こういうのってさなんで言っちゃダメなんだろう 住まいも解散しそうそううなんあだって岸くんは時のとこにダッシュを続けていくのいやダッシュを続けてほしいよえ、まだな何か,かやめてよその,あのアスパラあんな本当は3年かかるのに1年で仕上げたのはこれを分かってたからとかやめてよ本当だとしたら3年かかるアスパラ作ってくれよって思っちゃうし。 いやもうなんかもうふざけたこと言ってるよねなんかもうほんとごめん <laughs> え絶対なんか裏あるよゃあそう思っちゃうよねそう思っちゃういやでも違うと思うんだよこれ裏があるっていうのは事務所がみんなの意見をまうまくまとめてうんこういう結果にしたの岸くんマンゴーも担当してるのに確かに。 アスパラさえフラさフグだったのいいやわかんない私急に思いついたこと言っただけだからアスパラ失敗すれば活動期間延びる気がするいやアスパラもうできちゃったのよこの間食べちゃったんです、うん、でもピンクのアスパラをいっぱい生産してピンクが一番美味しいみたいに言ってたからピンクをまた新たに作るってことをやってくれてればなそうマンあとマンゴーにかけましたでしょ 赤西君が辞めた時からジャニーズ事務所おかしいと思ってたそうなん来年5月までは期間があるのでいやそうだよね紫アスパラねできたよね岸君カラーで岸君がさ僕メンバーカラーなので紫担当しますとか言ってううのに アスパラ頑張ったよ。どこのビル,がめ、ね、どこのビルかめっちゃ探したそうだからよくみんな行かないなあの大学にって思ってたけど行ってる人いたのかな近くまでジャニーさんが優勝すぎた確かにタッキーやん絶対ほんとんかねそんな気しちゃうけど何じゃあ3人だけ声かけたってこと いや、そんなことないの。もう、やだ、やだ、本当と、変な憶測ばっかりしちゃうじゃん。みんな、まあ、こういう、そういう時間だよね、今ってね。えー、ムステリア対したばかり。いや、そうなのよ。すごいよがい、みんな笑って楽しそうでさ。なんか、ストピリで、番組やったらいいのに、みたいな。ツイートとか結構見てて、わかるとって、ちょっとテンション上がったりとかしてたけど、まさかこんな気持ちに数時間もしてると思わないよ、ほんと。びっくりだよ。 <laughs> ねえどうしようこれ怖いんだけどこれ生配信しちゃいけ大丈夫本当タッキーはでも優しいからなん,なんかちゃんと考えてこれからやってくれてる気がするんだよキンプリが全てだったいや一緒ですよ眞子さん眞子さん「関ジャニの脱退」思い出したそうなんだえー、新事務所設立的な まちゃん起きてくれてありがとうございます。まあびっくりした。まえちゃんの後ろにとかいたからうち、あそうさあね、あもうやだ、びっくりしちゃった。違う意味で撮っちゃった。やっぱりジャニーさんじゃないと事務所的にダメなのかな。そうなのかな。わかんない。平野さん、えっ歌詞、歌詞番組でキンプリのこと。 加藤さんに熱く語ってた語ってたあの曲も良かったよねきつい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 分かるよ分かるよ分かるよめちゃくちゃ分かるねえキンプリ伝説のグループって言われるようになるのかもしれないでもまあ続けてくれるからね2人がね NS さんこんばんは本当に困惑してます いや、同じですよ。もう困惑して私も本当ね、これあの、初めて1時間経ってんですけど、同じ内容しかほとんど喋ってないんです。でも、もうこの気持ちをどう解消していいのかわからない。え、だってもう、理解ができなくて。いや、理解はしてるんだ。さっきも言った。これ理解はしてるの。ここ、ここがついていかないのよ。どうみなさん。 こんにちは。外国人の女の子ですこんにちはこっちはこんばんはです結婚してもいいやっぱ結婚説出てるんだね学校でどういう顔すればいいのいやでも多分同じようなどんよりした顔の友達がいるはずこれはもう傷をみんなで舐め合うしかないよそれしかないそして 持っていく先は5月22日いやもうキンプリは続いていくからね。あの、連会が続けていってくれてるから、もう一生応援するのことは変わりないんだけど、でも5月22日まで全力で応援しようってことに持っていくしかないんだよね。理解はできるけど処理ができない。わかる。そう、そうなの。これから何を楽しみにし。だから 今私たちがやれることは本当にあれよね <laughs> ここからキンプリが出してくれるいろんなこうエンターテインメントをマジで全力で楽しむことなんだと思うんだもう今後見れないのかもしれないと思いながら一個一個をね大切に噛みしめていくべきなんだろうなっていうのは思ってる2二人でキングアンドプリンス名前そのままなのそうみたいです 「M ステ」録画してるんだけど見るの辛い「M ステ」の映像はめちゃくちゃいいですよめちゃくちゃ美女いいよみんな外国人プラス1衝撃ですんスマップ嵐キンプリが好きな私ああそうなんだ「好き好きワンワン」最後の景ルのドラマそんなことないそうやめても絶対あるって思ってる絶対ある ごめんなさいあの全然敵対したわけじゃないんだそう思いたいんだあが <laughs> 私一度もライブ行けなかった辛すぎるそうだよねそういう人もいるんだもんね確かにナイトドクターの続編とかこれでなくなったみたいなとこあるかいやわかんないよでもオファーが行けばあるかもしれないし ええ、いや、ほんとみんなそうだよ。同じだよ。幸せになれないって今の現段階で思ってる。思ってるけど。思ってるけど、切り替えなきゃ、切り替えなきゃ。みんなで切り替えよう。突然の状況に生配信してくれて嬉しいです。いや、こちらこそ一緒にこう見て、共感してくれてありがとうございます。4人の場所開けながら。 4人の場所を開けながらシンデレラガールだったら結構連会の距離あるから。えないえ、レン君とカイちゃんあ、そこもどうで、ね、も、そこじゃないんだよ。そこじゃないんだよ。そう、レン君とカイちゃん2人で続けていくみたい。高橋君、キムタ君の影響ありそう。いや、なんか本当にさ、こう、はたから見てる関係性でいろいろつなげちゃうよね。わかる。 シンデレラガールどう行息継ぎ大変そうよね。今までと辛、違うもんね。いや、そういうことじゃないんだよ。なんかすぐなんかもうそういうふうに持ってっちゃうけど違うじゃん。そういうことじゃないじゃん。そう、来年で5周年なのにさ。どうもありつは円盤でない。いや、出してよ、出してよ、お願いだから。買うよ、もう。えぇ、ー、嘘。私もうま、 がん頑張って自分の友達の周りとかにも布教活動してたのにさねえもうもうんあごめんごめんなさい平野くんに258万見ついてる友達に急にブロックされたえっそそうなんだ芸能界は多分やめないと思うこれからも皆さんの笑顔をって言ってたし,し 岸君も海外をこれからも海外をみたいな言ってたしだからとにかく海外を目指すことがちょっとっていう感じだったよね3人はあ,あちょっと待って早いな <laughs> 早い早いえっとそは5周年は行ってほしかったみたいなのもあるそうかカレンダーも最後になるのか ええー、いや、でもこれなんか、わかんないね。円盤化お願いしたいし、キ私、キンプルなんてめちゃくちゃ面白い番組だと思ってて、あれも終わっちゃうんでしょえぇ、ー、てかさ、なんかこの5、この五人のわちゃわちゃが面白いんじゃうどうしたどうしたみんな、なんでやめることに、いや、言ってたよ。やめる理由は言ってた。言ってたけども、 などうねなんかどうにかなかいちゃんはね本当にこのままずっと先もみんなでやっていくって思ってたって言ってたしいやみんなもそう思ってたと思うんだよねでもなんかそのすり未来の活動に向けてのすり合わせがちょっとできなくなっちゃったんだろうね。 本当に何、りょうさん、本当に何があるか分かんないですね。いやー、海外は後付けかな。いや、本当に、ストタンさんでもニュース見て動揺しますよね。こんなんびっくりですよ。だって、ストーンズとさっきあんなに仲良く、M ステ出て、わちゃわちゃして、いやーストップリー最高ーみたいな気持ちで見てたもん。 えー、キンプルずっと見たかったええー、嘘だよねなんかこ、ね、かでもやっぱり信じられないんだけど <laughs> ここに来て1時間ぐらい喋ってるけどやっぱ信じられないうんでもなんかいや5人のわがままかだけどさアイドルって超大変な仕事だと思う たくさんの人の思いを背負って活動していくって、やっぱ並大抵の、こう、心、ね。でも私みたいなものには分かり、計り知れない心情ってあるんだと思うんだよな、まあ。うわ、ん、うわ、ん、かんない。<laughs> カイトのメンタル誰が支えるんだうん。いや、でもなんかプライベートでは繋がっててほしいな。 そうね、解散うん解散よりはマシなのかもしれないだから本当に蓮くんとかいちゃんが守ってくれるんだよこれからもキン,プリキングプリンスはあるんだよちょっとねちょっとごめんなさいちょっと本当に解散みたいな気持ちになっちゃってるけど違うのキングプリンスは残るのよ残るの連会だけでキンプリの曲を歌い続けてくれるのかな2人で1番とか。 いやあ、どんな感じになるんだろう。いやあ、わからんね。新メンバー加入したら。いや、それは私もちょっとわかんない。受け入れられないかもしんない、最初。いや、わかんないよ。新メンバー入れるかどうかわかんないけど、もしそうなったらね。ちょっと。 あるのそんなことジャニーズで今までないよねそれでもやらなくはなさそうだよねある可能性もあるもんね新メンバー加入とかえー、ちょっと何これねえどうしたらいいこの感情が解消されないんだけど未だに信じられないです衝撃すぎるレくんと海ちゃんが金プリ残ってくるの本当ね 嬉しいいいこことだけどみんながいてこそキンプリいや絶対そうなんよ桜井君がみんなでご飯行ったわよって言ってただからねほんと思うのほんとささっきもう中盤ぐらいの話に戻るけどやっぱ金,あの金プリすぐ金プリって言っちゃうあのコロナの制度だと思うのコロナの。 だって、その前はみんなでさ、海外行ったのよ、ほんと。武者修行行ってたんだから、あの時は絶対大丈夫だった。絶対そう。えー、だってみんなあんなに岸くん好きなのに、岸くんやめたらみんなどうする岸くんにみんなベタベタできなくなるぞ。いいな。そう、一番狙うんじゃなかったのわかる。 いろいろあったんだと思うんだよね。みんな私たちの前では楽しそうに映画を振りまいてくれてたけど何かあったんだよね。何かのきっかけとか。いやー、わからない。これ真実はね、多分10年、20年経った頃に、金スマとかで語ってくれんのかな。語ってくれないかな。いやー、その時まで金、金スマやってるかな。 いやあっという間に5月22日来そうだよ。なんで考えなきいけないのなんか、そう、自分たちのって感じちゃったみたいなんだよ。年齢とかもかん考えてって言ってた。翔くんは家庭を持ちたいのだと思った。そうなんか、いいじゃん。家庭を持ってやればいいじゃんだとしたら。木村くん、木村さんとかそうだじゃないの違うの いつ誰が脱退するのか分からんいや本当にねだから分かんないよだって2人で続けますって言って1人辞めますってなったらもうあと1人でキングプリンスを背負ってくのそんなことあるないもんねキンプリーと平野翔以外なんだって平野翔くん以外 ねえそんなこと言わないでよ。もうなん,なんでそんなこと言うんだよ。もうシんペンペンだよ。本当は。絶対口にしないもん、それは。中居君の会社行く説え、だ、なんか、だとしたら分かんない。なんかもだから今、みんなでやらないってことには決定したわけじゃん。それはなんか、この、皆さんと喋ってる間に徐々に徐々に解釈してきた自分がいて。でも やっぱどっか繋がっててほしいんだよ。何か、それはこっちの勝手だよね勝手だけど。ね木村さんをやってるもんね。全然受け入れるよ。そんなん。まあ人によっては受け入れられないかもしれないけど、最悪それでよくない最悪。最悪って言ってるのかな押してる人の幸せだからもう素晴らしいんだけれども。 英語喋るののが嫌にななったのかなそういうことそういうことドリームイン歌詞見返してもいやいやいや見返したらやばくない絶対今見返しちゃいけないいけないってかい見返した方がいいか見返した方がいいねいや分かんないつらい分かんないつらいえちょっとええー、事務所どうするのかねー 個人事務所みんなどうするみんなみんなもみんなもさ3人が対処しても応援するでしょどう岸くん自身5周年10周年と頑張っていくって渋谷の音で言ってたのに言ってたよねだからあの時はそういう気持ちだったんだと思う人ってさ日々思うこと考えること変わるもんだしそうやって成長していくもんだし みんな？自分の未来をしっかり考え始めたんだと思う。初コメントありがとうございます。k, k y s t さん。最後のライブやってもらいたいです。配信もしてみんなが見れるようにね。時が解決する。まあ、そう。まあ、そう。今あとはそうかもしれないけどさ。 今はさやっぱり好きなんだよキンプリはそうだキシあ、そう、翔くんがねオーラスで泣いてたっていう話がねそのめちゃくちゃ意味を持ってくるよね舞さんが配信してくれるから平野の平野さんの私がも,もやもや読むとさどれ読んでるかわかんないもんねすいません デビューって結婚って言ってた岸君が言ってたえ <laughs> 離,離婚ってことになっちゃうじゃんそうなってくるとでもなんかたくさんのこと学ぶと思う <laughs> いやいやお金なんか確かにね個人のファンクラブとかできるのかなみんなと違う事務所に行くのかな あ、ごめん、進んでた。いや、ほんと、全員が揃ってる姿をずっと見たいんだよなぁ。もう一時よ。ほんまや。岸くん、海外で通しないアンチみたいなもんねえ、当ですよね。なんか、頑張ってる人になんでそんなひどい言葉をかけられるんだろうって思っちゃう。 でそのかけてるそういうひどい言葉をかけてる人って分かってないけど結構来るよあその。何の話してるかわかんないかもしれないですけどなんかそういうね通用しないよってなんか言う人がいるんだってあ、岸君が言ってたんじゃないけどねうるせえよおば <laughs> 私 <laughs> 私しょうがないじゃん今はよくない 残された国民はどうしたらいいんだ。ねえ。美羽さん、ティアラも。ティアラって言わなかった。泣きすぎて、ティアラは全員起きたら、目張れてる。確かに。おばじゃないよ、ティアラだよ。<laughs> <laughs> たった二人じゃ、キンプリじゃない。いや、そうなんだよ。 剣のことプライベートがなかったから疲れたのかな泣くいやほんとにつらいなー配信終わった後しえっマイコさんはティアラ優しいありがとう。 申し訳ないけど、生きてけぼり感、すごくないですか。いや、本当そう。アンチ大嫌いだ。いやー、もうアンチとかね、よくないよ、本当。はあ。キンプらしくない言葉だった。いやー、そうだねー。 オタクってアイドルのこと何も分かってなかったんだなって実感してつらい。いやー、まあ夢を見せてくれてるっていうのがあるからね。あー、そうなんだ。キンプリ TikTok の全投稿にこの件のコメントがあってちょっと不快に思ってしまう。えそうなのえー。私もちょっと今なに、 本当に発表された内容しか見ないで配信始めちゃったから、どんなことを言われてるのか全然わかんないんだけど、TikTok とか SNS 毎日に投稿して、ココアさんおやすみなさい。ありがとうございます。確かに会見ありそう。会見あるかなでもまだやめないで続けるっていうのがあるから、そういう、 ありそうだよね初めてデビューからおた,おたになったキンプリでしたそうなんだ2人だえー、2人でもライブやってくれるんじゃないだってタッキー翼とかもいたじゃんトレンド1位になってた世界トレンドいちゃん配信ありがとう気持ちが共有できてありがたいですありがとう詳細知りたいねえ 細かい詳細知りたいですよね。岸翔くん岸くん神宮寺くん岩橋く、えー、んで。えなんでなんでなんだろう北海道ふりかけ応したのってそういう意味もあったのかもです。そうなのかなそうなんだ。いやほんとにキラキラ王子様だった。 いや、本当にこれ夢起きてね。夢だったらいいよね。ココアさんおやすみ。なんでなんでなんでってこうなったのわかる。その気持ちすごいわかる。配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。美川さん、ありがとうございます。いや、本当にレン君とカイちゃんには感謝しなきゃいけないなって思う。いやー、本当に私もさ、 ジャニーズね。知らなかったところに、キンプリちゃん急に、ドンピシャで入ってきたもんな。精神的にやられてお腹下してしまいました。うーん。痛いの痛いの飛んでいけ。一人では耐えられないから配信。いや、本当にこれ一人で耐えられない、本当だってもう、言ってることずっと一緒だけど、 これやめられないんだけど、こう皆さんこの配信をやめるきっかけをもらいたいぐらい、やめられない、本当に。いやちょ、なんでこのタイミングなのかね。なんでこのタイミングで発表されたんだろう。一人で泣いてしまいました。泣いちゃうのね。いやー、限界が一番つらいだよね。 そうかいやわかんないみんなみんな辛いんじゃないかないやわかんないでもまあ初めましてウォールウィルウィルオスーブさん鍵岸君英語もともと前から海外で大活躍できるとかになったら嫌だん嫌かな嫌な,な人もいるんだね。 いや、本当に岸くん、岸君 VS 魂もそうだし、ドラマも決まって、ずっと話しててほしい気持ちと寝てほしい気持ち。<laughs> そうだよね。ごめんなさい。いや、いや、わかんない。多分さ、みんなあの発表って多分事前に録画されてるやつじゃん。多分ファンクラブ動画に流されたやつって。で、そっから、これがみんなのところに届いた後、 こう今私が配信してることもそうだけどみんながツイッターとかいろんなところで言う言葉を見ていろいろ思うわけじゃんみんながどう思うかはまたわからないよねこっからねいやだからほんとそうもうゆうきさんが言うみたいにみんな話し合って一番これでよかったのか分かんないかもしれないよねもしかしたら なミステマイム」とメンバー同士の取説動画見たら今この状態でカいちゃんの顔見てえっ、ー、本当もう一回見てみよう気づかないもんだなその表情にええ5周年には届かなかったでもう確かに5周年してから 抜けるってのはちょっとなんか逆に歯切れ悪いっていのもあるもんな23時 ?23 時5日土曜日につと伝えようとしたけど先行として情報が出る前に報告する形になったらしいあそうなんだ、はあ、だからなんだけどなんで5日に5日なんかあるなんかの日なんだっけ あやばいやばい変なの触っちゃったおーおーおーお,ーお,ーおーえなんてなんてみ,みんなみんな,みんなどこかなんかすごいジャニー友にさすがに電話しました電話するよこれはいや私もう誰かに伝えたかったよジャニー友いないのにいないからだから配信してるいやキンプリね どキンプルど,どんなテンションで見ていいか分かんないよねいやつらいよー何キン見たかったいやいろいろあるよねーだから今思うとだからそ,そういうそういう思いをねしてた人たちも過去にもたくさんいたんだよね他のグループでね芸能人の岸くんの友達に連絡したおおすごいな マイさんありがとう。気持ちがは、焼け出し場所がありがとうございます。ああ、みんな、皆さんありがとうございます。昨年から話し合ってたということは、どん前から。いや、だからそうなんだなって思って。いやー、とりつつ動画で、平野くんの顔が少し暗かった。紅白最後か。いやー、どうするみんなー。 山月さん、初公明、失礼します。私、まだ受け止めきれません。いやー、これはね、なかなか受け止めきれないと思う。受け止めきれてないから、配信をやめられずにいる。えぇ、ー、え <laughs> 切ない顔に見えるいやー。 辛いね、みんな勝利君つ辛いでだからなん,なんでなんでなんだからそこなんだよねなんかえ思いません百歩譲って一生の夢を追いかけられないから脱退するとかは分かるけど退処するっていうなるのはなんでなの退処するってなるってさ結構じゃない 紅白1時間くらいキープやっていほんとよいや,本当よいやーびっくりなんだけどー今年のウコンライブ最後そっかウコンもうティアラだけにして <laughs> そ,そんなかなわないと思うけど <laughs> いやつらいつらいさっきの影響だよなあ影響か分かんないけど影響なのかな え、なになにその事務所結構やばいのいや、私そういうこと全く触れずに来たんだけど。事務所の方針か。あのタッキーも辞めてしまうぐらいのことが。いや、そうだよね。なんかそんなに大きなことがあったんだ。なんなの怖いえ、なに 歌番組が増えてくるにさん最後になるんだよね。え、岩橋くんと話したことが問題なの？え、そういうこと？ね、なんかそれ分かんないよね。なんでやめた人の話しちゃいけないのかわかんないんだけど、ななんでなの？なんで <laughs> ダメなの？ジャニーさん生きてればキンプリ残ってた。まあ、そんな気もするよな。 解放されたか,ったのかなーって最後の King&Prince いやーだから本当に5月22日までね全力で応援したいなって思うさっきはやっぱりジュリーさん派派閥争いなんだろうそうなのかジュリーさんって何なんつらいし受け止められない。 いや本当にみんなもう寝た方がいいんだよね寝るみんな岩橋くんは病,病,あの病気を抱えて今もがあの病気抱えて頑張ってるんだよねえ十11月5日は縁結びの日生き生きと素敵に生きる全ての男性を応,応援する日だから5日に発表しようとしてたのえ でも分かんなくない。もしかしたらさ、キンプルの放送の後に発表だった可能性もあるよね。だも,もし分かってたら、キンプルの中でこの発表があってもおかしくないんだもんね。いやーええー、もう、どうする。荒木さんの方でもね、衝撃受けますよね、これは。11月4日、おしの日。 23時ってあえて23時にしたってこと ?5 月23日の23ってことえ違うえー、なんならキンプリで発表だった可能性もな,なきにしもあらずだよね。えー、やだねなんかもうみんなどうするなんかちょっとすごい大勢の方見てくださってますけど皆さん 皆さんやっぱ眠れないってこと明日発表だった、ね、らしいねさっきお伺いしたまさか3人もだそう3人脱退するってすごないだって結構なことだよ普通じゃないってそうねキンプリンスがいないから解明するんじゃんキングキング。 いや,いやいやいやそういうことでもないのかもな <laughs> えステスト1週間半前なのにいや勉強頑張れないねでも頑張ってえ心の救いだって言ってくれてありがとうございます 3人気はねいやーなんかこれ波あるねめちゃくちゃへこんでいやいやいやみたいになるけどやっぱり最終的にこのテンションになっちゃうわいやーどうするみんなダメだこれもえどうしたらいいねだ誰かどうしたらいいか教えても気持ちがどうしようもないんだけど、はああ 年寄組,組は海外焦るよね年知組はまだいけるって思うもんねそうだよね人生大きく見たらまだ若いんだけどねだから私は勝手に翔くんとかやっぱ足痛かったりするのかなって思ったりしてた退社だけはやめてほしかった私もえ本当ですか 何に本当ですかって言ったかわかんないよね。ごめんなさい。なんかもう、もう勝手に会話してる自分と、このコメントが、皆さんのコメント読まさせていただいてます。はぁって言っちゃうのよ、すぐ。あー。あ、ディア・ティアラの聖地巡りってそういうことだ。え、ディア・ティアラ版の中でもう語られてんのかなもういつ決まってたのこれって。もう でもこんなさ急に急になることないから結構前から絶対決まってたよね絶対そうだと思う二人で続けるので偉すぎるいや本当にみんなの思いを背負ってくれたんだね二人がねもう絶対二人のこと応援し続けるもんだからいやーなんか辛いなのかいろいろ持ってきちゃった これからまた次のライブではファンさもらおうみたいな。またチャンスはあるみたいな思ってたけど。はあ、信じられない。いや、信じられないなぁ。んー、あー、みんなどうする。ありが、目正月ありがとうございます。優しい。優しい。 ここにはもうやささいしかない本当に半年ってきついよ半年って人生で考えたらマジ一瞬だからね配信動画見ましたよ見ましたそらいやあんなガチでまっすぐなことをなんかいつもさわちゃわちゃしてさおふざけしてる 姿を見ることが多いのに岸君とはマジでガチの顔してていやーなんかもう本当マジじゃんガチじゃんって感じでもなんかもう今ちゃんとしたコメントがいなくて本当申し訳ないですけどいや本当に5周年楽しみにって言って私なんて5周年でどのケーキにしようかもう今から選んでたのにまあ5周年はあるんだよ2人が続けてくれるからでもなんかそれは違ったのみんなみんなでやるやつなんだろうなんかもう。 どうするみんなここがここのさ心の支えになる本当ですかありがとうございますジャニーズどうなっちゃうんだろう1月1日だとそそっかそっかそっかあ世界って か別に世界に認められなくても私たちティアラが認めてるよダメなのダメじゃないねダメじゃないけどもいや今のはちょっとみんな忘れて本当忘れて今もう当よくわかんないこと口から出ちゃう <laughs> <laughs> かいちゃん蓮くん応援するよ私ももちろん岸くんも翔くんも仁くんも応援する もうあんなにく君にベタベタ絡めなくなっちゃうよいいのって本当に思う <laughs> そんなそんなんじゃダメかそんなんじゃそんなんじゃつなぎ止められないか <laughs> もう決まっちゃったことなんだもんねこれを覆すことはできないんだもんね これが壮大なドッキリでない限り、うんそこまでかなんかでもジャニーさんと約束したみたいなこと言ってたよね海外に行くって平野翔君がジャニーズ引っ張ると思ってたのにわかるよすごくわかる。 3, 3人がねイが諦めた感じしてたよね何を見てそう思っちゃったんだろう翔くんがイちゃんのことずっと守ってくれてるって信じたのにうん今のアイドルはクオリティが高すぎて求められることも増えたんだろうななるほどねえ青汁王子が平野くん潰されるよって 動画でそうい、そういう意味だった。え、そんなこと言ってたの。ええー、などういうこと怖い。むしろ来年まで。うん、私はまだドッキリだと思うよ。え、一旦そう思います。ここにいるみんなでそう思います。なんだ、すごいドッキリ仕掛けてくるじゃんって思っときます <laughs>。 でもだとしても最終的に現実が来ちゃうからねいやー辛いじゃない何なで「ディア・ティアラ版出すんだ」ってそう思えば分かったかもしんないよね分かったところでなんだけどまだまだこれからチャンスあるはずなのにいやそうですよでも正直ね海外に行きたいって言ってたから私も海外に行くんだって思って あのトラジャーの皆さんのファンの方たちとかさ結構応援に行ったりとかしてたじゃん私たちもいつかああなるんだって勝手に思ってその海外に行く資金を貯めなきゃって思ってたまさかこんな展開になるって聞いてないし、はあ、キンプリちゃんと海外に行くことがなくなっちゃいやわかんないよね2人がまだ行く可能性もあるしね いや、なんかわかんでもダメだ。もう、後ろ向き後ろ向きすぎる自分が。ごめんなさい。ちょっと待ってね。みんなのコメントね。我々の思ってたような海外でコンサートやって、そこから日本、やって、やって、そこに日本からファンが行くみたいなことじゃなくて、本当に本当に、んなんて書いてあるんだろう。漢字が読めない。<laughs> <laughs> エリングプールだと思うそう思えたいでもね本当にジャニーさんが亡くなったのは大きいなっていうのは感じるよね本当にね影響力すごかったんだやっぱいやーでもそれにしてもみんなどうするのなんでよくさ事務所が OK したよねやめること。 なみさんわかる嘘嘘嘘嘘。絶対嘘ってわかる。思うよね。5人がクロサギなんだよ。嘘ぴょーんって言ってくれ。いや、まさに。いや、本当よ。いや、でも本当ここに来てジャニーさんって本当にすごい人だったって思うよ。私も。そんなに知らない人だけれども。ひささん、こんばんは どうして早くアメリカ朝鮮に…だからコロナのせいだと私思ってる絶対これ全部コロナのせいだからほんとんなんだなんでなんでコロナ流行ったの何,何なんもうコロナのせいだって私しか言ってないけどコロナのせいじゃと思わない <laughs> 違うか うん、ちょっとみんななんか、まあでも本当いやコロナ、コロナですよね。やっぱでもね、こういう状況になってもなんかわかんない。ごめんね。その違う気持ちの人もいると思うんだけど、キンプリちゃんたちを責めてほしくないなって思ってる。本当にわかんないから、裏側が。コロナのせいですよね。絶対そう。 待ってみんなでいやいやほんとに <laughs> このあと彩り見んのちょっとしちょっとねつらいと思ううんキンプリちゃんを嫌いになりたいだなれない大好きそうだよ嫌いなんてならないなれない そうキンプリちゃん悪くないからなんかね人によってはそう取っちゃう方もいると思うんだけどだって私たちが選んで応援してきた人たちなんだから本当にだって本当に今日の今日まで本当に幸せにさせてくれてて。 本当にみんながみんなの人生を考えて自分たちの幸せを考えるのも大事だと思うんだよねこで,もかでも分かんでも分かんなみんなの気持ちがここでは理解してるここがついていかないほんとにいやかいちゃん泣いてたよ言葉詰まってたもんえー、ちょっと待って 今メッセージくれたじゃんメッセージくれたじゃんごめんねいやー本当になんか今今なんか私さ実は4人で YouTube もともとやってたんですけどなんかいろいろあって私一人でこの YouTube また始めたんですよでもなんか 今、今、今になって、今、LINE 来た。やばいねって。大丈夫って。大丈夫じゃないよ大丈夫なわけあかん。<laughs> あ、ごめんなさい、なんか、なんか、個人的メッセージ送ってしまった。<笑><笑><笑>はあぁ、辛いね、みんな。みんな。みんなが一番理解者。 絶対そういやだもどんどんニキビとかさらけ出てるもうどうでもいい本当に <laughs> いや本当にもうだって今日今日の m セなんてめっちゃ良い,いことなんだもん <laughs> <laughs> ああかいちゃんが一番本音言ってたいやそうだねそう思うかいちゃんのコメントが今ファンクラブ入ってない人はちょっとファンクラブ動画の中でどんな話してたかちょっとわからないと思うんだけど 今ならファンクラブ入ればギリ見れるんでよかったらいやでも解散するって思ったら入んないのかなみんないやどうもん後ろの6人そんでもかわいいんだよみんなああんか優しい嵐嵐ッくさんが優しい メンバーの皆さんこの決断をしたならそれを食い止めてあげようと思うそうだけどねまだそこまで気持ちがねそうドラえもんの話してた時に「えドラえもん好きなの?」みたいな「かいちゃん好きなの?」「蓮くん声やるの?」みたいなワクワクしたのになぁ。 ええー、なんかもうびっくりしたみんな、どんな心境だったのーね蓮れんくんもね。いやー。<laughs> ごめんなさい、お茶登場させちゃった。<laughs> いや、本当にコロナのせいだと思うな、正直。 そうですよねデビューからずっと応援してた方もいますしねセブンイレブンのクリスマスもこれで最後なんだなきっとねそうなってくるといやわかんないよ2人でやるかもしれないもんねいやもう何でも最後にしようとしてバカバカ <laughs> もう <laughs> そうだね岸くんは映画があるから。 でも新しい仕事は入ってこないってことだもんねそうなってくるとね。はああえー、でもどうなってくんだろうでもさ思うんださっき誰かがさなんかこう事務所辞めたらテレビとかあんまりああ今もおっしゃってる方いるけどあんまり見かけないじゃんやっぱジャニーズ辞めてからテレビに復帰してる方って。 でも唯一さヤマピがドラマとか出てるよね。だから別になしじゃないんだと思うんだよね。可能性として。だってあんなにあんなねどういうことどういうプランやめる3人のプランだけでも発表してください。<laughs> なんか。 言える範囲内が多分あのファンクラブ動画の中でのことなんだろうけど、言えないことも言ってほしい。<laughs> もう。<laughs> マジわからん。全部最後にしちゃう。ねみんな同じ気持ち。ありがとうあやかさんきょんちゃんさん、M ステのチョーク何回も一回素直の感情が顔に出てたと思う。そうなんか、もう一回見てみよう。ムーオカさん。 アラシファンです私も受け入れるまで時間かかりました。なのでティアラの皆さん、ここに受け入れる時間はバラバラだと当たり前だと思います。受け入れられないファンじゃない、受け入れられないからファンじゃないは違います。皆さん、キンプリを好きな自分に正直に。なるほど。そうですね。人それぞれですね、タイミングはね。ああ、翔くん、大丈夫するんだ 翔くん対象するんですよ。翔くんも。そう、最後はではない。だから、これからのキンプリにも期待。そして、対処される3人にも期待。そして、イワチにも期待。そう思ったら、夢がいっぱいってことだよね。違う。 花の地晴れ続編なく分かんなくないでもそういうドラマ関係でダメなの事務所辞めて事務所変わってそっちにオファーとかダメ分 <laughs> かんない業界のことが分かってない芸能界は続けるっぽくなかったあの感じ感情が衝撃悲しみ苛立ち理由がよく分からない いや、いや、もうなんかもう複雑だよね。なんかもう、なんかすごい、ものすごい感情のジェットコースターみたいな感じありますよね。それみんなそうなのかもしれない。私だってもう、こんなんか配信今してるけど、こんなの見直せないもん怖くて。<laughs> ああ。え、どうする私なんかもうずっとずっとさ、同じこと喋りまくっちゃいそうなんだけど、みんなさ、寝てくださいね。 もうたぶん同じことしか言わんしほんと翔くん仁くんと岩地でグループ組みそうへえそうわからんねでもなんなん,なんかえ岸くんも入れてあげてせっかくなら <laughs> いやかるよこれから先もキンプルとともに人生を送っていく いや、でも、ンプリはまだあるんで、私はンプリと共に歩んでいきますけど、やっぱみんながよかった。事務所のバカ <laughs>。わかんない。も何が原因かわかんないからさ、なん、なんかもうわかんないんだけど、本当に。あー、頭皮マッサージ。ア <laughs> キさんはありだと思ってる。まあ、そういう考えも一つありますよね。 ジャニーズの財閥強いですもんね。う <laughs> んですよね。松潤もそうだから花ハレやってもおかしくない。まあでも松潤は一応所属してるからってことなんだろうな。スマップファンです。スマップも解散するときファンは受けられませんでした。ですがその後全メンバーが ファンのために活動し続けてくれてます。いやー素敵ですよね。そういうの。だからみんなどこに行っても辞めないでほしいよね。この活動を。と思う、私は。岸くん、TOKIO 所属か芸能界デビュー。<laughs> ねえ、どうなんだろうわからんけど。でもみんな続ける感じしたよ。そう思いませんでした思わないか。 そうなんだろうはあ皆さんえ,えなんてなんて絶対見れないです見れないよ見るまで心の準備が必要よね3人で同じ日に退所したかったよねきっとまあ そうですよね。いまち引でコメントするかな。引退してくれるのかないまちどうなんだろう。いやほんと50年ね5人で祝いたかったっていうのはすごくある。これからの人生って誰か結婚しそうじゃないですか。なんかねその説も上がってるみたいですね。でも結婚もしてもいいですよ。してもいいから活動を。 してもいいって思ってない人もたくさんいるよ。いると思うけど、私はね。してもいいから表舞台にはずっといてほしいなって思っ。ちゃいまいちにあげましてほしい。いまちあげまして。いわじ。<laughs> ね、キンプリの対処辛いですね。出戻りさん初見です。 キンプリあまり知らないけど3人も脱退っ,って聞いてめっちゃびっくりしましたよね。ファンじゃないけど悲しかったです。いやーなんかそう思ってくださって嬉しいありがとうございます。嬉しいって言ってるの嬉しいっていうか同じ気持ちに持ってくださるファンじゃない方もいるというね。ことプリンス3人でなんかやるかなえ、でもなんかな、なんかやっぱ元に戻っちゃうんだけどさ。 <laughs> あ、今頭皮マッサージ <laughs> えっと何なんかここまで頑張ってきてだってみんなデビューしたくて頑張るわけじゃん12やって頑張ってきてやっと手に入ったデビューじゃんそれをさこのたったたった4年だよけどさ 濃い4年だったのかもなでもそれをさやめるってどういう心境なんだろうだきそう言えないことたくさんありそうですよねティシ君には嵐ファンとして相馬くんのファンとして VS 魂の後任として VS 魂は相馬くんと友人が頑張って託した君なら面白いと思っていたんですが悲しいですうーん。 ねそうですよね。松上はジャニーズ事務所ですねいや本当にもう私も久さんしょそうですよ画面通して3人が見れるならもうもうもう,いいもうそれでもいいですだからやめないでって思っちゃうねいやーね「ショック」という言葉しか出てこなくていやわかりますよ。 いや本当にだって私金プリしか追ってないもん今もう全てのことをやめて金プリしか追ってないからもう金プリがいなくなるいやいるのよだからもちろん言い間違えちゃうすごい金プリはいるんだけれども5人じゃなくなるっていうのがもうつらいの <laughs> 結婚結婚と言ってる人がいますが いやでもね、正直もう、ね、ないと思いますけど、私も。でも多分、もうね、こうなっちゃうといろんな憶測を呼んじゃうよね。正直。わかんないもん。アイドルってやっぱ夢を売るお仕事だから、言えないことたくさんあると思うんだよね。うん。 ツイッターは翔くんの結婚ばかり話題にそうなのどっからそんな情報が出たのホンデハートで家族ができたら翔くんアイドル続けてる限り難しいと思ったもんなあーなるほどねそれでそう思うのかみんなああ どこで誰が間違間違ってないんだろうなぁきっと誰も。翔くんこの前薬指に指輪してた。そういうことで憶測呼んでるわけね。そうなんだ。いやでもまあ違うんだよ私は。元気をもらってたんだよ。わかるミミさん一緒 結婚はしてもいいから、結婚じゃないと思うんだけど、結婚かもしれないけどね、わかんないけど。いやー、イヤからするとほんといでつ、好きな人が好きな居場所からいなくなるなんて辛い。そりゃそうだよね。いやーほんと、岸君は秋に辞めるそう、G 面があるから。あ プリンスがいないキンプリかこ,とこの8年間キンプリ応援し仲良く切磋琢磨し続けて本当にいいグループだったと思いますそうだよないやーいやだから多分5人の中で意見が割れちゃった感じだったよねなんか雰囲気ねはあ こういう…いもうだからできああジャニーズ事務所辞めるとなかなか厳しい錦戸亮くんとかしやばいじゃん私もうバッテリー切れそうだこれが辞めるタイミングなのか配信をみーんな つらいよつらいよ,いよ言っちゃいけないかもしれないちょっと一回なしもうなどうしようもうどうしたらいいみんなもう変なものをお見せしてるのは分かってるんだけどさうんちなみに蓮ン君プリンス側にちょっとついてますよ多分元気くんの代わりみたいなんどういうことどういうこと 推しが推しのグループからいなくなるとかきつい。いや、そうだよね。そうだよ。じゃあ先におやすみなおやすみなさいそう、皆さんもう寝る時間よ。寝る時間。もう目標が変わっていくのは自然なこととも言えるけど、5人でいること、ファンを。 大に考えてくれてたキンプリだからこの決断はないだろうなって思ってたのにないやだからびっくりですよねやめないでくださいやめないでじゃあだだ充電お願いしますあ私に言ってんのねキンプリに言ってんのかと思ったわかるよわかるよって、えー、ちょっと充電するので一回席外します、はあいやだーどうする こんにちは。ああ、みなさん。あれ、もうちょっとテンパってて、あ、こっちださ、その。一 <laughs> 人にしないでって。<laughs> あ。明日のテスト無理なんだ。いやー、本当にもう、で、テストも、いや、本当学生さんは大変だ。 お仕事の方もいやどうしますみんな充電がとか言ったからあ充電充電してます今ファンクラブ動画いつ撮ったんだいや本当だよねでもカイちゃんのメッシュが入ってたし蓮くんも黒髪にもなってたしだから割と最近な気がするいやー 気持ちを共有できる配信ありがとう。人にしないで <laughs> しないよ。可愛い,いお部屋ですね。ありがとうございます。泣く。いやー泣くよねー。やめないで。やめられたら結構つらい。いやどうするみんな。TikTok にも悲しみが溢れていやそうだよねー。 まゆこさん生配信やってくれてよかった。いや本当でもなんか私も皆さんがいて本当によかった。<laughs> どうする。そう私まあ、トイレはまた大丈夫なのよ。<laughs> <laughs> もう辛い。<laughs> あーねえねねどうするねなんかもういろんなことがさ終わったって感じなんだけど <noise> 席一番前だから投げ顔先生に見られるあらまあ、でも先生も分かってくれんじゃん先生だって絶対しショックだよこんなの全体キンプリだって今知ってるでしょみんなもう分かってよ先生 ファンからしたら今の状態でも最高のグループなのに贅沢だよって思いますけどやっぱり本人たちにしか分からない理由いや絶対そうだと思う」「舞ちゃんお酒飲んで配信 OK よ」いや,いやもうダメよもうそんなんしたらもう感情があらわになっちゃう <laughs> ああ わかるいちゃんでしょんさんわかりますよかいちゃん最近ずっと鼻声ですよねまたファンクラブ動画改めて見て泣いでいやいや,いや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 わかるもうあれはねやばいって辛くて頭痛くなってきましたいやーそうだよね いやもう解決方法がないもん。ああすごい、なんか今一気に。泣きすぎて親にうるさいって言われました。深夜なの分かってるけど、この気持ちは抑えられない。抑えられない。抑えられないよ。パパ、ママ、抑えられない。え、だって、だってもう、こんなことそうそうないよ。え、だって私、ほんと、 やっぱりなんか信じられないかもやっぱマミさん今今来ましたありがとうこんな真夜中に起きてたんですね寝れないですよねさっきは今回の検出から知ってたのかないや,いや分かんないかんない誰がどう知ってたのか分かんないもうなんかもうずっと分かんないもう対処してほしくないこれ何で退場するの退処するってマ,マジでかいことだと思うんだけど 今起きましたおはようございます海外出身でも日本で G 位固めって書いて絶対成功しないと思う多分キンプリだけで終わらないよねえどうなのかなだからどういう理由でやめたかが分からんからさジャニーズ事務所から抜けるの考えるとやばい。 クラジアも少しし関係してたりいやなんかそう私結構さ,さっき言ってなんか関係ないと思いますよともおっしゃられたけどおっしゃっ何でもわからないもう日本もわからないみんな <laughs> どうするきっとみんな同じ夢見てるんだよねうん絶対そう岸谷の先輩たちどうにかならないですかいやほん キくんなんで頑張ってきたじゃん。どうしてコイチ君もまだいるよ。えなんでコイチ君いない場で頑張ってくってことだねどうすんのどうすんのキンく君どうすんの顔を追いに戻っちゃうのどうすんのどうすんの,すんのね。わかるもん、ね。どう考えても辛い。わかる。本人たちの会見はあるのでしょうか直接話を聞きたいで。 でもなんかさ今までわかんない何人かの会見見てきたけどやっぱり話せる範囲って限られてるからやっぱ全部話せるのってやっぱ10年とか経ってからなのかなって感じするよね。うんそう結婚は全然していいです私もそう思う。で結婚,結婚の問題でこうなってるかはわからないけど、はああまさか辞めるって思わなかったよ。 だってさ、事務所的にも辞められたら困っちゃうようなメンツじゃないのどうなの岩地の時もねそうだよね私も岩地の時ショックやったもんマジで実は1年前からっていやそうだよねそういうものを抱えながらあんなに楽しそうな動画を見せてくれてたんだって思うよねいやほんと 私も思った手越くんみたいに YouTube とかやりだしたりとかして3人で YouTube やっちゃったりとかしてで今ちょっとコラボとかしちゃったりとかしてでセブンオーダーとかともコラボとかしちゃったりとかしてっていうことも考えたりしちゃった <laughs> <laughs> でもなんかジャニーズの一緒にセン切たくましてきた人たちとかなんかこう絡めないっていうのはなんかちょっと寂しいよねそれで誰かジグジグ 動いてますよえどういうことどういうこと神宮寺君が動いてるってどういうことミニさん教えて教えて早急に教えて気持ちの整理がつかな,ないままで違うひとはつそれはそれはもうお眠りになったほうがいい時間です。まあお茶でも飲んではいお茶飲みます。明日のテストテスト頑張って一気に3人がいない世界こういや本当にそうよ 礼はいいことなさすぎ、うん。本人たちの言葉じゃないことを信じたい。そんなティアラを置き去りにして海外と。うん。平野翔ユ YouTube。YouTuber っぽくないよね、でもね。なんかスターすぎて。YouTube での伸び伸びした姿が見られる、それでよいかも。まあそうなんだけどね。なんかスターのイメージなんだよな。 やめてスキルアップのために海外行くのかなそういうことさおりさん、いっぱい幸せもらったんだから、キンプリちゃんたちの幸せ願おう。それが答えだと思う。間違いない。そうなんです。それはそうなんです。23時にメール来るか、どう思いますだから私は勝手に、5月23日の23時、 になぞらえたたのかと思いましたそして本当は日今日5日に発表だったらしい初めまして葵さん東京店セクシーゾーンのファンです壁にぶつかってきたグループを応援していた一ファンとして今回のキンプリの脱退報道はめちゃくちゃ胸が痛くなりました今夜みんな寄り添い会いましょううーん珍しい いや、そうですよね。他のグループもいろいろあったりしましたもんね。三人は金プリやめたうが幸せなってことなんだね。いや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 、まあその一言で片付けられないかもしれないけどね。はぁ、あ、金プリファンさんお疲れ様でした。うーん。 マイさんいてくれてよかったです一人でいたらどうなっていたかうーんそうやって言ってくださってよかったうーん泣くようなッ食すぎて眠れないわかるよわかるで明日の予定もほんとちょっと無理だもんむ無理だもんだったら断れって話なんだけど <laughs> どうした 今村さんどうしたすごい同じの届いてるぞ本当につらいです辛いよね確かに少年のね関係長かったからなんかねあきさんまいこちゃんの発言したこと共感要素半端ないって本当ですかよかったカトゥーン脱退メンバーみたいにここで自由にやっていく。 そういうことなのかねなんか変な人いるね <laughs> <laughs> アメアメさん、嵐ラくんがテスが眠れないなんかこう気持ちを分かってくれるタグルのファンの方もいて本当になんかジャニーズを応援する人たちがねなんかみんな同じ気持ちになってくれてるのかなって気がするね翔くんの結婚説がトレンドインしてる あらま、分かんないね翔くんがびっくりしてるかもしれないよ分かんないけど「まあちゃんショックすぎて眠れないいやそうですよね、はあもう3回の間いやこれはね泣くよ泣く泣くって。 私多分これ配信してなかったらやばかったもんさっきさ序盤とかもかいちゃんの話とかされた時ちょっとやばかったもん本当はあもうダメだ葵さん推しは押せる時に押せってこういうこといやそうなんだねそうなんだねあら誰かが今村さんの名前あげてくれてる <laughs> そういうとこ拾っちゃうのいけないねごめんなさい おおすごいすごいすごい。なんかいっぱい来ちゃった。え、待って待って待って。どこから読んでないんだ今年一番のビッグニュースだぜ。本当にそう思う。あぁ。やだね、みんな。どうするん <laughs> 乃木坂のエース斉藤飛鳥さんの卒業発表とも関係があるのではないかとまで考えだしてる <laughs> いや本当にさ詳しいことわかんないと人ってすごい憶測働いちゃうよね <laughs> 人ごと言も結婚とか言ってないけどでもまあ皆さんがおっしゃるようにまあ言われてみたらそういうこともあるのかみたいな気もしちゃうけど 残る子が心配。うーん。オフィシャです。食すぎてただただ食すぎて。いやー本当ですよ。本当その言葉。5月25日までは押せる。ブロックしちゃった今村さん。あ、りがとうありがとうございますって言ってるのかわかんないけどまあ、まあなんかすごかったもんね。<laughs> ムあ,あのー、嵐のファンが嵐は時間を作ってくれたとか記者会見してくれたとか嵐ファンは幸せみたいなツイートとしててそのツイートがティアラさんに辛い思いをさせてないかなってちょっと申し訳なさすぎてすみません。あまあでもねそんなみんなひとまとめに思ったりしてないですし人それぞれでなんかねそういうことを。 まあちょっとまあ大丈夫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 か <laughs> 大丈夫なのかわかんないけどはあ、こちらこそ皆さんありがとうございます本当に助かってます私を救ってくれてる皆さんがシンデレラガール苦戦ビビりました十一マジガーノやめても <laughs> いやでもすごいすごいことに気がついてます 11時に連絡が来てまたさよなら言うには全然早いってそのまま過ぎていや本当だね本当ですねいやすごい「キンプリ・平野翔歌が似合わせ結婚フラグだったりしたらやだなラビンユー・ユう年上の彼女に向けてのプロポーズの決意僕の好きな人好きな人には相手がいる結婚できない平野が不倫の年上彼女と結婚みたいな感じ」 考察しちゃう大丈夫違うから <laughs> 分かんないけど <laughs> いやーもう私もう何もいいこと言えないよ本当に本当になんかもうただ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 辛いっていうことが今お届けされています <laughs> 流行語大賞になったりして なるかもよ金プリなしで今の世の中を一人で生きているのは苦しいので今後も6人全員幸せになるのを見届けますいやそうだね私もそう率直に早いなって思ってしまういや本当そう同じ思ういや不仲じゃないと思う私はどうやって寝ればいいのわかる 寝るっててでも寝寝ください皆さい皆ん寝るしかないんですよこれはいやもう一回やりそうだよね寝ちゃってまた起きた時にまた同じ感じがよみがえってきそういや一人じゃないからねあ素敵カウコンできないんじゃない えー、そうなのジャニオタの友達がいないので配信ありがたいです。チョコミルクさん。私もジャニオタの友達がいないので皆さんが本当にありがたい存在です。ありがとうございます。わざわざ休日前に発表してくれた気遣いだと思います。あなるほどね。そういう受け取り方もある。いいように受け取りましょう、本当に。 マイさんが今心の支えですえ本当ですか私も皆さんが心の支えですよ本当今、はあ、金プリ好きだからね前に金プリあれどこ行か行っちゃったって言ってたらなんか寝る方法が思いつかないいやそうなんですよ1000人がいや本当ですよ、ね、だから多分まあ、多分これって世の中のごく一部の方が見てくれてるじゃないですか多分 でもそれだけみんなが寝られないくらいなんですよ。みんなが衝撃。だって世界トレンド1位ですよ。なるよ、これは。えー、もうどうするみんな。どうしちゃったのどうしちゃってこうなっちゃったのそこは、どうにかできないことだったでも、難しいよね。 人の気持ちって思うようにはならないよ。それです、ドリームインです。連会が抱えてるもの、重すぎてみんなで抱えるのを手伝おうね。ほんとですね、レモンケーキさん。みんなで一緒に支えましょう。言ってたもん、ご本人たちも。みんなでキングプリンスを支えよう。 3人はジャニーさんの夢かなったからかなまっすぐな人たちだからこんなにこんなにも大好きなになったのになんかつらいつらいよねわかるよいやでもなんかびっくりなんだけどなんか同じこと言うてもう そう、ハナさんそうですよね。憶測に流されずに。わ何なんか何不仲だって言われてんのなんか結構さっきからコメントで不仲じゃないよってみんながおっしゃってるんですけど私も不仲じゃないって思ってるんですけど今何ツイッター上とかで不仲だとか出てるの明日の夜また話してほしい。ねえ明日の夜。 なんかもう一回ちゃんとなんかちゃんとちゃんとインスタライブとかでもいいから YouTube 配信とかでもいいからおおすごいすごいコメントが来たよかったテレビとかで発表されたら明日も配信してほしいですしましょう明日ね明日なんか発表があったらしましょうもうなんかうーん チャンネルのりさんこんばんはえー、チョウくん中心にキシくん、ジンくん、イワハシくんで活動することをジンくんが計画的に動くでしょううん。岩橋元気くんはタイミングで加入します私的は受け入れ無理レンカイちゃんは応援そうなのそうなんですかわかんないでもなくわか,かんないよ。 正直、答えを知ってるのはメンバーと会社の人、はあ。そうだ、そうですね、ルビーさん。若いからこそやりたいことたくさんあるのかも。でも若い時って、本当に、やりたいことやった方がいいと思う。って、知り合いがいたら言うと思う <laughs>。ビジネス不仲 <laughs> ビジネス不仲だったんだよねやってたよねああショックだけど応援しなくちゃいやそうですよ応援しましょう初見ですネットで見て金粉の3人が脱退なんてびっくりいやそうですよ中居子入院いやほんとなんだか嫌なこと続きますねんなんでしょう

カウンントダン TV 出るのかなあれ出るんじゃなかったでしたっけあやっぱりストーンズさんもびっくりしてるかなキンプリのままでやりたいことできなかったのかなわかるわかる世の中ぐちゃぐちゃしてきたえでも決まってるお仕事はやるから「カウントウン t v は出るんじゃない それはこれから YouTube には脱退には衝撃の地図があって変なサムネの動画めっちゃ溢れそう確かに溢れそうねでも真実は本当は分かんないよ本人たちしか分かんないよ言えないこと絶対たくさんあるもん 本当に明日が休みでよかったよね。はあ <laughs> あ。みんな。もう二時半だよ。五周年に向けて。いや、脱退するとはね。チャンネルのりさん、おやすみなさい。僕は。嵐、ニューツーファンです。 なのでキンプリファンの気持ち分かりますありがとうございます悲しいですねカイトくんとレンくんカイトくんとレンくん応援していこうみんないや残りのメンバーもだけどもちろんあれいやほんと現実って思っちゃいますよねマカリンさん初見失礼しますありがとうございます 3人とも様子が変だし末っ子2人も楽しそうだしまるで別の何かが関係しているように思いましたいやーそうなのかなわかんないね台本読まされてるうんまあまあま言えないことが本当の理由じゃないことを祈るああおいさんありがとうございます優しさそうね 直樹さん、憶測はやめた方がいいですね憶測しても何の意味もないですからね正直でもねしちゃうんだよね <laughs> あ<ー> <laughs> あーえー、歌ってる姿とか見れなくなるの分かんなくない続けてくれない だってみんなダンス頑張ってさ歌もやってきたわけだしさそれやめるってやめないそれはどっかで見せてほしいよねいやびっくりしちゃった待ってああ永瀬くん残るの意外だった。 神宮寺くんはライブのやつ考えてしたいから残ると思ってたいやでも本当になんかあの兄さんの別れ方意外だったっていうのはちょっと私もありますねそんな脱退の雰囲気私全然感じてなかったよアホだから全然感じてなかったいやユウちゃん ゆうちゃんゆうちゃん最後5人でまた会いたいからライブやってほしいねいや新メンバーちょっと新メンバーとかちょっと分かんないなだってジャニーズでそれ見たことなくない新しいことやっちゃう 確かに1番を2人で歌うのきついね確かにえー、どうすんのどうなんのどうすんのでもでもこんなに大勢やめることあんだなんかもうまだまだ若いから10年ぐらいはもう勝手にやり続けるって思っちゃってた勝手に違うんだ やっぱスター見てるとこ違うんだ <laughs> 思考停止すぎて3人がどうしてやめるのか結局何言ってるのか分からなかったいや分かりますよあスノーマンの新メンバーあそっか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 スノーマンはあるのかそうかそうかそうかまあでもそうだよねデビュー前だからねあー 何なんでしょう。新メンバーあるとしたらびしょ。いやいや、か、考えんでそこは、まだ。いやいやいや。年下組置いて、置いていくわかんなくないそれもよくわかんなくない実際のところ、攻めきれんて。ホンダの CM やると何か起きちゃう。そうなん え知らなかったそれはみんないろいろ知ってますねそれぞれのやりたいことに素直になったただそれに尽きるのかなうんなんかそんな気がする最近かいちゃんは声だったのは泣いたからなのかな確かに鼻声だったよねそれは思ったあの「歌コン」の時から鼻声だなって思った うんプリンスは全員辞めることになっちゃったね。新メンバー劇団ひとりさんき近踊れるかな <laughs> おやすみなさいナミさん。ずっとキングプリンス大好きだよ。ね。そうね。裏で何かあったと思わざるを得ないって思っちゃうね。 レオンさん、今分かったけどひょうくんはまだ納得してないらしい一人一人のコメントの動画見たけどひょうくんが一番最後に一番浅く挨拶してるしすごく事務所に言わされてる感がすごいそうかそうなのかそうねさっき誰かも言ってたけど「ティアラ」って言葉が出てこなかったみたいなって言ってたもんな いやーなんかいろんな歯がよい気持ちがあるんだろうね今まで言ってきたこととのギャップとかも自分たちでもきっと絶対感じてるだろうしうんそうだねゆうこむさんが言うように思ったことが言えずに自分の気持ちを飲み込んだ感じだったのかもねそんなふうに思えちゃう感じはしたな私も 嬉しくないわかるよ嬉しくないよね本当あの別れ方びっくりしてわかるーあれもあ変なの押しちゃったもう2時半たち会見は今日かえ会見やることに決まったの会見やることに決まった わかる神宮寺君は残る派な気がしちゃってた事務所が世界進出っていうより私3人が世界進出辞めたって感じしたなえなんかわかんないの私今ずっと何も見てないからわかんないんだけど。 明日会見あるのなんか新しい情報を知ってる方いたら教えてもらえたら嬉しいですこの精神的に一番辛い時間を一緒に過ごせる場所を作っていただきありがとうございますこれからもよろしくこちらこそこちらこそ皆さんのおかげで 精神が安定しております安定までいってるか分かんないけど <laughs> えっ、ー、岸君もおたこおかしかったえっ、ーか,えー、かんない分かんないんかでもかいちゃんが鼻声だったなっていう印象はすごいある海さんの方が話し合ったと思うのに 二人が金プリ守ろうとして嬉しかったうんそうだねやめるうんむずいななんかもういろんなまたうんそっかそっか明日発表だったはってもともとは明日が発表だったはずだったから会見があるんじゃないかっていうことかなるほど いやどうなんだろうねもうみんなどうするてかみんな寝なくて大丈夫せ、千人近く、千人の方がこの私の中どうしようもない姿を見てるんですけど大丈夫 <laughs> 特にいいこととか全然言わないけど <laughs>。デビュー決まった時蓮くんはこの道アイドル続けて決意したから。 っ、うん、って言って言たんでね寝れないんじゃなくてあ眠いんじゃ寝ないんじゃなくて寝れないまあそうだよねいやーほんと寝れないよな明日休み明日休みだよ明日み明日だからカレー食べ行こうって言われててカレーなだよ か食べに行ってる場合じゃないんだけどとか言ってごめんね。ごめんね。約束した子。ごめんね。多分見てないで寝てると思うけれども。<laughs> もうどうするみんな。そうだね。ティアラのみんな一旦落ち着きましょう。次の彼らの言葉を待ちましょう。確かに。 そうそうそう明日だったんだって本当は彼はお預けかな <laughs> いやほんなんかどうしたらいいみんなかいちゃんはずっとこの6人でい,いられたらずっとこのまま5人でいたらいいなって言ってたよねはあえっ何は きょ、はあ、共,共感してくれる人なるもう今みんな寝ちゃってるから共感してくれる人いないよもんね寝ちゃっててねちなみにキンプリ公式は何の会見ものことは言ってないですあえみえみさんありがとうございますジュニアの頃からずっと一緒だった蓮と一緒別れちゃうのは悲しそうだよね カレー食ってる場合じゃねそう、そう、そうなのよ、正直 <laughs>。なんで明日だったのいや、それがわかんないんですよ。なんでつらおきさん、つらすぎて誰かと分かち合いたかったの。ま、いちゃんがいてくれてよかった。よかん。いや、みんな、こんなに、 気持ちを分かってくれる人たちはもう他にいない。絶対に。ファンクラブ動画でみんな謝ってる。ねえ、なんかもう、その謝られることって辛いよね、なんか。カレーやめてパスタにする。そういうもんなんじゃないんだよ。<laughs> なんかそういうの入れてくれてありがとう。なんか。 ずっと落ちちゃうから気持ちがありがとうございますね。あああ金だからキンプルでなのかな。カレーは辛口甘口派？いやカレーがねそんな得意じゃないんですよね。<laughs> いいらん話入れてごめん。 そうね結婚説考えるのも不仲説言うのも変わらないよねまあそのそこじゃないんだよねきっとね考えるべきところはね本当はねあむずいはーそうだよねみんなが同じ気持ちなんだなってすごい思う。 受験生の私にとってキンプリの存在が励みだったし嫌なことがあっても翔くんがいたから頑張ってこれてたくさんキンプリに幸せをもらったけど今この状況で5人の選択を素直に応援できない悲しすぎて頭痛い,いや泣きすぎてねいやみんな泣きすぎて頭痛いって人めっちゃいると思う。 今日のキンブル、感情がちょっとね…ねそうよね。どんな気持ちで見たらいいのって言う。はあ、えなんてなんてみんな、みんなよく見てるね。お辞儀の仕方が気になったって。 ファンクラブ動画おかしいとこたくさん本人たちの本当の言葉って感じ。岸くんとか特に。えー、なんか、バカなのかなもう全く素直もうまんまあ受け取ってたけど。<laughs> メンバーにとって彩りの世界が現実になっちゃうの思い出になっちゃうのいやんまあもう なんか眠れなくてこ一言うんあっんか一瞬ね一瞬ねごめん「ナナさん初めて見たけど配信ありがとう助かってます」いやーこちらこそこちらこそ共に同じ気持ちを共有できて少し落ち着けるようになってきてるうん誰かが悪いとかじゃないかもね 末っ子2人応援するよ私みんなのことも応援するけどね退社してもいやでもなんか退社してすぐに仕事とかってあるのかなでもちょっと頑張ってきたからちょっと休む時間も設けたりするのかなうーん分かんないね 5月22日までに5人のコンサート見れるかなね見れたらいいですよね最後になんか最後に全員全員と会えたらいいなって思うんだけど <laughs> 無理それさでも最後じゃないのだからキング n ンドプリン c e でもうすぐ間違えるやだだいぶ前のバケットの2021の目標をせーので答えた時に神宮寺と平野くんが「 アメリカって言ってて岸君が世界へって言ってレンがライブって言ってカイトがもぞもぞ話しえー、その頃からそうそうかーうんタッキー関係あるのかな うセブンの、わかんないよ。セブン二人でやるかもよ。わかんないけど。みえみさん、マイさんのライブ初めて見たのですが、いろいろと共感できて、いろいろと話できて、少し落ち着きました。配信あり、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。うん。いや、ユうコムさんわかります。 そのジュニアの時からあんなに努力してきてさやっとデビューして今活躍してやめるってやめるってどういうあれなんだろう相当大きな何かがないとやめるって思わないけどな分からんけどやっぱりさ出られなくなっちゃうのかな 表舞,舞台に島田さん眠らないです辛くて落ち込んでまえさんの動画配信見て少し落ち着きましたでもショウくんショウくんファンですいや落ち込みますよねこれはこればっかりは落ち込まないファンっているのかなって思っちゃいますもんいやわかる今今何 わかるないちゃんはお兄ちゃんたちに囲まれててほしかったわかるわかるはあワンワンもあるのにねえ待ってドリームインの歌詞載せてくれてるじゃんちょっと待って待って待って。 えー、ちょっと待ってなんかえ待ってだってこの曲使っ作った時からもう決まってたじゃん人気絶頂なのにねわかるよいやジュニアの頃から見てた人なんて本当に本当に辛いと思うよだって23年の私だってこんな辛いんだから。 うん、そう分かります分かりますこ,こんなにあっさり岸くんが辞めるとかがちょっと信じられないんだけどえんだからさすっごいすっごいすっごい大きな理由がないと辞めないと思うんだけどなんか自分だけのために辞めると思えないそんな人に思えないんだけど。 ごめんねなんか毎回毎回 <laughs> 波が来ちゃって受け入れた応援しなきゃそしてまた分かんない <laughs> またなっちゃう <laughs> え確かに G メンの主題歌ってきんだって G メンって本当は今年だったじゃん。 それでさ、でも G メンは、G メンの主題歌は何人で歌う岸くんは絶対歌うわけじゃん。え、どういうこともう分からんな。あ、レモンさんお気遣いありがとうございます。ユユさん、とりあえず今見てる人たちでみんな明日から行こう。そんな人入るかな いや本当真実がわからないっていうのがちょっとね歯がゆいですよねまんま受け取ればいいのかもしれないけどなんかそんな気もしないって気もしちゃうしねマネージャーさんキンプリ脱退前にたくさん新曲出せるのにドラマ持ってきてくれたりとか頑張ってくれそういうことなのか素敵そうだよねそうやって捉えたら素敵だよな MS さん、キンプリを好きにならなければ SNS もやることなかったし、舞ちゃんを知ることもなかったし、人生すべてをかけて応援したいので、どうしていいかわからないです。はあ、ありがとうございますね。いやー、でも本当、みんながこの世の中からいなくなるわけじゃないから、これからも応援しつけようって勝手に。 岸ンシ君株式会社東京に入ると書き込み見ますね。わ <laughs>、ね、からんねそれも。うんなんかやめる感じはなかったですよね。確かに奥さんあ確かにそう。 岸くんって占いで2023年は騎士の年とになるとか言われててドラマに映画とか決まってるのに何かあってやめちゃうんだろうねえだからもうさそんなさえだからなんか辻褄つまが合わないよね今まで言ってきたこととそのなんか,かんないなやっぱわかんないあーもうわかんない いやなんか岸くんが辞めるっていうのが分かんないしてかそもそも何でわいやってみんな分かんないわあんなにさくんとかもライブの演出とかしたりとかしていろいろ頑張ってきたのになんでなんでレオンさん今までここ,この YouTube コメントでいくつか意見とかこれからこうだったんじゃないかとか言ってきたけどやっぱり言わされてる感すごい。 離れたのか、離されたのか、自分の意見として言ってたとしても、一人一人のコ,マンコメントでは、離れる三人は集結。終始、あ、あどっか行っちゃった。終始、世界進出について、残る二人は終始、ファンの皆さんについて。やっぱりおかしいよ、個人の意見って感じしないうーん。G メン、岸君のソロえ だとしてもジャニーズ事務所でしょ未だ受け入れられないいやそうですよだってまだ数時間しか経ってないもん NN さん気持ちを共有できる場所を作ってくださってありがとうございますいやこちらがこちらが皆さん共有してくれてありがとうございます ちまっと待ってねうん岸くんは五月に抜けて秋までいるんだったら G メンは岸くんソロかなって思ってますそういうことか皆さん頭いいですねなんかそういうのもパパッと浮かばないへえ、そうなんかなどうなんだどうなってくんだろう ライドンタイム確かに見ておかないと見れなくなりますね。ライドンタイムね、あれ。そうなんだ、ええー、もうどうするなんか、皆さんのなんか読み切れなくてなんかすごい、読んだり読まなかったりすいません。前の続きです。えぇ、ー、どれ前がわからんち。ごめんなさいね。 橋本エミリーさん「キンプリを知ってから舞ちゃんの動画を見てたからなんか信じられない舞ちゃんもつらいのに配信してくれてありがとうございます」いやーもうほんと皆さんと話せて本当に私が救われてるありがとうございます個人のこと言うのはあれだけどなのくんに理由は分かるにしても岸くんだけが一番夏じゃないうーん いやーなんかうーん結構みんな謎だった私はアホだからなんかうーん,なんか言える範囲内で言われてるっていう感じがして表舞台なかなか難しいですかね。 辛い時に助けてくれたのがキンプリであり翔くんあ,あだけだったので精神安定剤のいや分かる私もキンプリが精神安定剤だからよっよチャンネルさんまゆこさんは YouTube やめないでくださいねやめないでずっと応援してだって私もキンプリと共に生きてるみたいなとこあったからキンプリはねでもまだ ずっと続くはずだから今日が平日だったら絶対休んでた休んじゃうよこれはあつらいねああゆうちゃん涙止まらないよねあっレオンさん自分勝手だなってあのあれだあのねあの子が やめるときにねいやーキーワードは岸くんキンプリのカレンダーはスクールカレンダーって何あー鼻をかむほど泣いて泣かれてるんですね。 うんうんいやーうんはあうん <laughs> そうなんかはっきり言えない事情がいろいろあるのがね辛いよねだからなんか10年後とかさ20年後とかにさ もっともっと大人になった時にさなんかそういう話をかいちゃんとかれんくんが本当のことをしてくれるのかもしれないよねえ待ってでもさ今まで投稿されたやつは多分見れるんじゃないそんなことないだって「シンデレラガール」とかさ流されてるじゃん。いわち映ってるよね。 あ,あ。普段だったら名前翔くんが一番上に来てるはずなのに、岸くんが一番に来てるのが謎。え、何の話だろう。どこだろう。うん。あ、あ、ありがとう、ゆうゆうさん、ありがとうございます。 えっとライブで目の前を通ってくれたひょうくん届いたかな一目会えただけで姿焼き付けられなか焼きつけられて本当よかった吐き出し場所がここしかないからごめんなさいありがとうです吐き出してくださいもうみなさん確かにないろいろな夢あるよね いや、本当にあっ、ユータンテゴさんもうあって話したらもうとんでもないも、もう帰れないですよ、か返せないですよ、本当。<laughs> ファンクラブの動画はね、そうですね、消されちゃうと思いますよね、確かになんだってなんかツイッターのトレンドにヒョウくん、けああそれね、なんかすごいですね すすごいですねみんな辞めた途端にユーチューバーデビューはしてほしくないねなんかでも3人あの3人がユーチューバーっぽくなくないなんて私さっきも言ったんだけどなんかスターすぎて私からするとなんかユーチューバーって感じがしないんだけどななんかグループで海外進出を掲げたチャップ チャプターが終わったんだと思いますドラマバラエティなど兼任しながらやれる世界ではないのかもしれないですねただアイドルだからこそ笑顔でいてほしいですそうですね、はあ、そうですよねいやーな,んなーかな よかったのになあ。私もネタバレ見てないです。ネタバレ録画して見てないです。見逃された方はティーバーで見れそうな気がします。<laughs> いや、笑いを取り入れたくないね。今の状況で。 もう遅いといいいううくんの言葉重ですもう遅い <laughs> 平野紫耀君スターすぎてやばいうーん神宮寺君は元気君が活動休止した時時やすやめたすぐやめたすぐの時もキンプリ6人ですって言い続けてた言ってたね24時間テレビでも言ってたもんね ジニーズでいて欲しかったね。確かに本当に。あの茜ひじん,くんと錦戸亮くんが一緒にインスタライブやったり。してるみたいな感じで。辞めたメンバーで集まることはあるかもしれないよね。そういう可能性はあるかもしれない。でもなんかなんかな？なんかちなんか思ってた思ってたのっていうか？ なんかまさかの展開すぎてちょっとねなんか実感が湧かないようなショッキング TVer 載ってましたよかった大体いい TVer で見れるんで私はそうしていますえ待って待って。 うんうん〜んそうだよなえ大丈夫私なんかほんとに普通にみんなで読んでて <laughs> なんか返してないね言葉として。 連会が大きなな仕事事抱えてていまだ事務所は辞められないのかなそういう説もありますね。あツイッター見てたら岸平仁は自分たちを下げて連会を上げに行ってるように見えたっていうのを見かけました。 なるほどね。みんな見る人によってやっぱ捉え方違うとは思うんだけど。なんかね、真実をし、しんあ,もうあれが真実なんのかもしんないけどなんかね。なんでなんでこうなったん何があったん知りたい。 今この時間をンプリたちはどうう過ごしてるんだろうまあでもこういうことがあってもドラマ撮影とかいろいろあるからみんな忙しく過ごしてると思ううんだからうんああどうするーもうダメだみんなああいやもう泣いていいですよ 泣いていい日だよ、今日は。今日泣かなくて、いつ泣くんだ。いや、辛いよね。いや、なんかね、時間とともに引っかかることが。増えちゃうみたいなあるよね。うん。 うんなんか読んでいいのか分かんないやつもあるなー <laughs> あ,ありがとうございますあ、インスタの写真も消えちゃうってこと え、どうするみんないやほんとだよねなんか事務所にいてグループ抜けたとしても事務所にいてくれたらこう、共演っていうのは叶うわけじゃんわかんない叶わないのかなどうなんだろうわかんないけど何これなんか変な人来たじゃんまた 何これ定期的に変な人来るシステムになってんのなんかすごい <laughs> やめて今悲しんでるのにそういうことしないでよもう何この人 <laughs> ごめんチョコリさんとか アクスタとか出してほしいってコメントしたらちょっと待っててね今進めてるからって言ったのにどうなっちゃうのかなえだからアクスタフェスタのやつのこと言ってたのかなって思うブロックどうやってするのさっなんでこういう人が現れるんだろうねどうやってブロックするのかわかんないやうんそうだね相手にしないのがいいかも中高時代を 岸くんにささげて大学受験乗り切ってたのでこれから就活どうやって乗り切ればでも岸くんはまだまだ活動は続けてくれるはずだからそうだねえっとインスタの写真は全部縮小を今のうちにしてとかなきゃダメだねそれこそ写真とかも全部買わないと。 カイト君は映画出演レくんはドラえもんの映画の声優があるからその2つの映画が公開終了したら退所するとかないよねへえでもそしたらキングア p r プリンスはなくなっちゃうってこと同じ名前ではできないもんね笑わせに来たのかな確かに私たちが悲しんでるから笑わしに来てくれたのかも。 無視した方がいいって言われてたのにすぐ無視しない癖出ちゃってる <laughs> ツイッターでファンクラブ入会した30分後のお知らせでが脱い。えー、それはつらいね海外海外うるさいようんドラジャの海外進出が焦りそうかそうかもなんかそんな期か私もしちゃうんだ 美香さん、アクしょうくんしか買ってないけど最後だから全員買って並べたいなねコメント横の3つの点あそうなんだえコメント横ののつ点コメント横の3つの点,のつの点どこだろうあ何これかな ブロックってないんだけど、報告するでいいのかなえ、わかんない。スパムとして報告しましたっていうのやりました。 ね、こういう時に荒らされるの嫌ですね。本当に。うん、内部で何が合ってるの？あ。まー、あ、さん、嵐追放しときました。ありがとうございます。優しい。プリンスクリーニン,ングにすればいけるとかない。そしてないってすぐ言われてる <laughs>。 キングプアンリじゃなくてキングキングになっちゃうじゃんねもうキンプリがもうしっくりきまきてませんかまあそうだよね変なの報告した方あ皆さん報告ありがとうございます奥さん事務所を辞めちゃったら残るメンバーともう同じ舞台に立つことはできないのかないやそこなんだよね 皆さん報告してくださってありがとうございますブロックもありがとうございますあ、長押ししてやるのねすいませんありがとうございます皆さん確かに VS 魂放送しばらくないもんねまあ、たまたまなのかもしれないけど いやーみんなーどうするもうあしもうもうきょもう夜中だよ今うんいやわかるわかるよ やっぱりやめるのやっぱりやめるのにゃーめた全然許す全然許すそのわがまま全然聞いちゃう,そうメメとしょうくんの中確かに何かメメのうちにしょうくんが行ってお菓子の差し入れしてくれて嬉しかったみたいの言ってたよねそういう話聞きたいよもっと。 一旦スタッフとして事務所のに入ってタイプの情報を知りたい <laughs> いや知りたいよね <laughs> へえくん責任感じてかなジャニーズの辞めた人の話し,しちゃいけないかんないなんかみんなしないようにしているよねだからさだけどしちゃいけない決まりはないのかな だからちょっとさ今ちのこともなんかダイレクトにはないけど話してくれる時あるじゃんライブとかでだから多分あの円盤化する時は話せないんだよねきっとね朝になりそうだね になりそうでもでもいつかはやめなきゃいけないよね。<laughs> 配信始めたけどいつかはやめないといけないよね。もうどんどんもう顔が崩れちゃってもうどうしよう <laughs>。 麻衣さん見てると涙こらえ。本当ですか。やめるのやーめた。ね、それ聞きたい。あやこさん。まだ時間ありますよね。絶対は絶対ないでしょ。確かに。まだ時間ある。気持ちの、気持ちの変化全然いいよ。え。真夜中のプリンスの公式さんがツイートしてくれてる。嘘。見に行こう、後で。 辞めた人のお話ないですよね。ようやく何金全員デビューできたのにもったいない。いや本当にそうだよ。中江くんだけ例外ですよね。確かに中江くんってだから本当に円満な辞め方してるんだなって感じだよね。うーん。 うんどうしたんだろう蓮くんや翔くんかいちゃんのバースデー動画どんな気持ちで見るか配信してくれるのかないや配信してくれると思います多分。 さん家族で応援してて娘今回メールイン塾で参戦できなくて中学受験頑張るから受験終わったのかな絶対みんなに会いに行こうねって言ったのにもう会えないのは辛すぎる先に寝て娘も悪夢見てたのかいきなり酒「えっつらいまぁあっゆ優さん時間決めるあ優しい優しいけど。 優しいけど。ありがとうございます。あ、優しい。<laughs> エイターで。錦戸端だったんですけど、あ。そうなんですね。確かにユーチューブやっちゃい。ユーチューブちゃいますよね。確かにあの笑顔見れなくなるのは。 えー、内部でマネージャーさんとか裏方が、裏方さんが退,社と退職とかあったのかな最近裏方募集してませんでしたえ、全然そんなところまで目いってなかった。そうなんだ。メイドインのインスタライブの立ち位置も気になる。えー、すごいみんな見てるとこが。みんな時間やばいよね。 やばいねみんないいんですよねってみんな寝ましょう、はあもう寝て起きたら違う世界が広がってるかもしれないもしかしたらジャニーズの誰かが救世主になって現れてくれないかな、うん、ね男組も岡本的あっそうなんですね 岡本健一くんが退処して初めて再結成できたので、やめてしまうとなかなかみんな一緒に何かで、なかなかみんな一緒に何かをできないですよね。そう、そのイメージありますね、やっぱ。いちゃんの顔見たらまた涙、あ、ごめん、ごめんなさい、それは涙を止まらなくなっちゃって。金志くんと陣くんは海外で岩地とか。 ええー、でもなんか岸くんは岸くんも仁くんも海外は諦めた的な感じだったように感じたよ私。えそうじゃなかったなんかね本当コメントがねボンってきたりとかして結構見れなみんなに返せなくてすいません。 中井くんみたいいに記者会見でで本当のこと言ってほしいですね確かにね聞けたらいいよねでもだとしたらさ言えたとしてもさ対象の前日とかなんじゃないその間気まずくなっちゃうんじゃないなんかいろいろ会社の人とかと <laughs> 時間やばいのに抜けないえ待って私が配信してるからかな ああ TOKIO も永瀬くん V6 もゴーくんの話 OK な感じ確かに永瀬くんの話は OK そうゴーくんの話も OK なんだじゃあ OK かなえなんでなんでなんかなんか岩地の話とかさその昨日も庭ジで蓮くんが「 F1 の話し,してくれたからあれイワチの話するかなってちょっと思ったけどやっぱしなかったしみたいななんか迷惑かけるとか思ってるからかなあえて岸さん海外で活躍できるグループにはなれないかもしれないと感じるようになった海外に関わる仕事をしてみたいって言ってるね言ってましたよね なんで活躍できるよーって思うけど何がダメだ何がそう思わせたんだろう松潤キンキさんなんかしてくれないかドッキリじゃなかったっけ <laughs> そう思いたい岸君海外に関わりたそうだったけど表舞台でって感じに思えなかったかなえ本当ですか嘘 えー、勝手に表舞台はカラー消えないって思ってた。えー、じゃあ私の捉え方ミスやだーそれは話がだいぶ変わってくる。はあ、ジャニーズ事務所で海外行くのは無理だと諦めたってことあ、そういうこと ゆゆさん「黒崎終わって M してリピしてネタパレに備えてお風呂入ってネタパレに「ヒー」って見てメール時間先で気づいてみてそこからネタパレ一切入ってこなかったです。嘘書かれてる見てるってなりましたそうだよねだってなんかあんな仲良くしてる楽しそうにしてるとこからそんな展開あるって思っちゃうよね はあ海外諦めるの早って思いました正直月読みとか振り付けレイハタさんだしまだまだ海外シェア頑張ってくれと思っていやだから本当にさそうなんだよね何がど,どうなってこうなったのかわからない 何がそう思わせたのこの凡人には分からないやつなのなんかもうその世界の人たちだとちょっともう海外は無理かなみたいなそれこそさっき言ってたみたいにジャニーズ事務所じゃ無理かなみたいな感じなんでじゃあじゃあにトラジャん海外行ってるじゃんかななななんなんのちょっとちょっとちょっと分かんないっすあなるほどねいっぱいいっぱい仕事あって 海外に行ってる場合じゃないよってことかもしれないよね。うん、私もね、3人とも海外は諦めた感じに見えたんだよな。ファンの応援不足じゃないですかえそうなのごめんって。ちょ、待って、何でも受け入れちゃうからさ、私。<laughs> 岩橋くんは、 病気のあるこ病気のことがあるからプレッシャーを与えないのに、注目を与えないように、もうカミカミ。ごめんね。<laughs> 注目を与えないようにしてるのかな。ああ、そうか。円満退社じゃないと話し出せないのかなって思う。え円満退社じゃないのいまち。 うーんわかるうーん誰が海外を目指してるんだうーんうーん今から見るんだ「エムステ」と「クラサギ」そっか。 タッキーが頑張ってくれたからそのトラジャも世界デビューできたけどタッキーがやめたから海外は無理ってなったってこといや分かる鈴ママさん対所しても6人でご飯行ったよとか聞きたいですね。 確かにねよくここまで頑張ってくれたとも思いますよね確かにねネタパレとファンクラブ FC メールが同時進行っていうカオスでしたねそうなんか本当は今日ねあれだったらしいもん今日発表の予定だったんだもんね 今日からどうやって何を支えに生きていったらいいそんな海外に出ないとダメいやわかんないな海外行くとしたら年齢的に遅すぎるそうなのそうなのやっぱ年齢って関係あるの いやでもそんとココさんが言うようにドラマとかバラエティーしながら海外進出無理だなってのはすごい分かりますね忙しすぎたんだと思うこの近年花さん私もそうな…正直は謎円満だったら卒業コンサートかす えー確かにそう言われるとそうかもしれない卒業コンサートするみんなえなんかすごいすごいすごいいっぱい来ちゃったなえどれどれへえー うん、海外進出はダンスで俳優でそれとももう一般人になるのかなうんどんだけイケてる一般人だよ。一般人の美女じゃないのよ。あんなにダンス戻れるのに。なんでなんでなんで岸君が裏方 えー、分からんでも私ょ去年の去,去年いや今年だ今年明けたばっかりの時に占いに行って岸君との相性を見てもらうみたいな時に岸君のことを占ってもらったら岸君政治家になる,なるのいいって言ってた岸く君政治家なわけないか <laughs> ああ分からんけど。 あーもう、わからん。なんでかんが、海外進出したがってるのかな嵐は30過ぎてから海外進出したのに。うん。いっそまいちゃんが海外進出すればいいじゃん私 <laughs> 何で進出していいか分かんないですけどそれ <laughs> うんそうだね5月23日6人で集まってくれたらいいよね来年もそれ以降もなんかファンとしてはそういうの聞けたら嬉しいなって思っちゃううーん 翔くんのおじが浅いって話,話題ですね。海外進出を視野に入れたら現在のファンに嫌われるようなこと自らしないだろうし他に訴えたいことがあっての態度だったと思いたいですね。ええー、私もう一回ちゃんと見よう一回しか見てないからさ。自分たちより後輩に虎ラジわせ世界デビューしたら。 うううんんプライドはうーんどうなんだろうでもそれこそださっき誰かが言ってたなんかジャニーさんと約束したみたいなこと言ってた海外ジャニーさんの夢を叶えたいみたいなこと言ってたじゃんずっと。でトライジャーが叶えたからその夢は叶ったってことなんじゃないのみたいなコメントがさっきあったんだけどなんかそう言われるとそれしっくりきちゃうんだよね。 人気になりすぎてしまったのが原因でもっと上を目指しちゃったのかなそうかもしれない。わからないけどね。なんか。岸くんが総理大臣ならな、押すよ。わかる絶対押しちゃうそれこそ岸の時代。来年の岸の時代はどん、でもさ、一応来年さ、ドラマも映画も出るから、 騎士の時代ではあるよね？正直。<laughs> ミルキーさんいつもなら寝てるけど、麻衣子さんの話聞き続けちゃう。麻衣子さん寝なくて大丈夫ですか？ショックで寝れないけど、麻衣子さんも心配です。無理せずありがとうございます。そうだよね。なんかね。もうもう,もうそろそろね。おいとます。しようね。しようね。なんか私がやめられないのよ。ごめんなさい。 君も言ってましたが神宮も言ってましたどれだろうそういうことかジャニーズ入ってると海外進出はできなないいのかもしれない前約束したジャニーズさんとの海外進出っていうのはジャニーズでは無理だしいつか自,分自,自立みたいなことをしてもらいたいっていう気持ちで踏まえていたいんじゃないかなでもその代わり海外進出をた 試みるとしたらキングプリンスという名前では活動できないよってことなのかなもうジャニーさんは先を読んでたのかもここで伏線回収かうん。確かにユーコムさんそうですねみんなにハッピーをくれたキ金プリがハッピーじゃないあんな挨拶するなんてありえないよねうん。だからハッピーになってほしいな うん、そうだねまなぴょんさんが言うみたいに一つではなく細かいこといろんな理由が重なったんだと思うだから多分きっと一言では表せないことなんじゃないかなって感じるよねうんみんな言ってる「ショークのうちぎが浅い」ってえー、見逃してた。 誰推しなんですか私は岸君たんよりの箱推しです。もうみんなみんな大好きみんな大好きだよー。うん。うん。活動方針が変わっていった。なるほどね。 うん、ねえしょうくんが言ってたよね「みんなを笑顔にしたいという気持ちは借りません」って言ってたからだからうんこれからも活動みたいなことはしていく気がしたよな。 今ツイッターで隣の部屋がキンプリファンのようで電話でこのニュースについて話していて眠れないって言ってる今ツイッターで隣の部屋がキンプリああなるほどねいやそうよみんなそうよえっうちの隣もえっうちの隣もうるさいかなごめんなさい ンプリがこんなことになってしまうくらいなら事務所も海外進出をさせる方向に動けたと思うんだけどああ翔くんの元気でなかうん難しいねみんなマ,マジックタッチで方向性の違いが明確になったんじゃないかな うんアメリカ文化を知ってる私からすると英語力なんかよりも平野くんや岸くんの持ってる思いやりや優しさが世界レベルなので今のこの世界情勢にもキンプリは絶対必要だったのになるほどなるほどえまさか舞さんのと <laughs> 隣人さんの話よかんない。 わかんないけど、まあ、こうやってね夜中まで話してるから隣の人うるさいかなってちょっと思っちゃってマイカさん本当の理由知ることはできないけど5人じゃなくなってしまうのは現実いろいろ考えて考えて結局それで辛くて眠れません明日からどうしよういや多分みんなそうなんだよねみんなで乗り越えようそして5月22日まではみんないるから。 それまでもう本当にいっぱい,いっぱぱ焼き付けようね、もうそれしかできないよね今はね岸君が退所するタイミングは今のの本当わ分からないやめるならジュニア時代にいや私も本当そう思うごめんねなんかまた戻っちゃうけど本当岸くんと岸君が やめるっていうって思っちゃうんだけどみんなねだから推しがやめることは本当にショッキングなことだと思うんだけどうーんうーんつらいね。 うーん、はあ。だってもうこれ出しちゃったものって確定じゃん変えられないわけでしょ翔、はあ、くんは本当みんなで対処して海外行きたかったあ 展開はお芝居も続けたかったからそのためにジャニーズに残ることが必要だったとかも考えてみたりいやーもう考えちゃうよねほんと謎深い「シンデレラがある歌わかんない、うん、私も消したんだけど本当にそう思うあの岸君が大事 あの岸君がって思っちゃうよね私だからそう思ったら岸君のこと何も知らなかったんだって思っちゃうけど誰が辞めるのかもう誰が辞めるとかじゃないんだ私の場合はそのみんながバラバラになるのが嫌なのこんな辛い5月23日は初めてだ どうしたらいい,いや、ほんとそうだよね絶対喜ばしい5周年が喜ばしくなくなるうん私、平野担ですけど、ケシんが辞めるって言って事務所、相当悩みってなりましたいや、本当にケシんが辞めるって相当な気がしちゃうんだけどなんか、相当大きな理由がないと辞めなそうじゃない 勘違いミミさん分かります5人ないし6人が一緒にいてくれれば何でもいいのそうなのなんか誰が辞めるとかじゃないんだこれはユイさんトラビスの海外進出で海外デビューとかがキシ君の考えを加速させたのかもえそうなんなるほどメイドインのツアーの時カイちゃん愛しそうにステージから客席見たの印象的だった リーのくんむっちゃ強いからこんなことでめげないで違う形で何らかの場所で活躍していくいやほんとそう思うそう思いますカレンダーは発売するみたいですよキシたんだけどジュニア時代にキングプリンスのキングとプリンスの差が出てジンとイワチを励ましていた岸くんが辞めるとは悲しいいやほんとね翔くんスーパーサイヤ人だもんね 優しい人ほど離れる時は一瞬みたいなうーんそもそも岸くんの考え絵画ってなんか違ううーんそうだよねコンサート行きたかったって思うよねだって本当になんかファンサーとか次は岸くんからもらうんだって思ってたけどうーん 全部のコンサート行ってるんですか全部は行けてないです今回とアリーナツアーとメイドインしか行けてない <laughs> 岸君こんな時のためにお金貯めてるのかなってネタじゃなくなっちゃういやほんとだよねー海外行くけど英語喋れるかなうん 今年のカウントダウンコンサートどうなるんだろう周年グループとして祝われるはずのキンプリちゃんがどういう立ち位置になるのかでも祝われるんじゃないですかだってキン n プリンスは続くわけだからうーん 君まさかのダッシュで農業に目覚めた <laughs> でもそうなのかな <laughs> 無理やり北海道振り替えあ無理やり北海道振り替えをねじ込んだのもこのためだからなんか結構さ今年はたくさん皆さんに会いたいみたいなこと言ってたのはそのためいや分からん。 今日のこのやり方が来年にはなんだそうだったんだみたいな納得になる形になるといいね。うん本当ですね。はあ、カウコン複雑もうこれカウコンもし行ったとしてもさティアラはみんな全員泣くでしょもう。 以前が雑誌でしょうくんが海外目指すのに年齢がとか言ってたし5人で活動することに意味がなくなってしまったのかなそうなのそうなのか岸くん海外で田んぼやるんじゃダッシュ村作る <laughs>。 分かります。ふふむさん。メンバーが離れ離れになるのが一番悲しい。分かる。それなの。うん、まあ。卒業コンサートが絶対やらせてくれないジャニーズ怖い。怖い。やらせてくれないのかなやるのかなやってほしい。やって、うん、分かんないな。 はるはるさん寝ないの寝ようか <laughs> 寝ようじゃあみんな寝ようくんはテレビの前でもないじゃんまあそうだよねーとりあえず5人でやる作品があとどのくらい出るか教えてうーん天気じゃないよね天,天気って書いてあったね <laughs> まあまあ 寝れないけど、みんなも一回寝ましょうじゃ。ああ、辛いの、どうしたらいいもん、本当、本当、どうしたらいいもん、やだ。一回寝よう、みんな。なんか逆に、皆さんと近い関係になった気がする。<laughs> タグルですが、驚きすぎて、寝れません。いや、わかり。いや、もう、そう。 ホームページ見るとないちゃん。えさんは明日、カレーだが、カレー <laughs>、もうカレー許してもカレーもういけないよ、カレーなんかいけないよ。<laughs> ああ。うーん。ああ、なんかつらいなー。ねえ、二人になってもこれやってくれるんですかね。ああ。 ゆうこさん、おやすみなさい。ね、こちらこそ、長い時間、皆さん、ありがとうございます。りょうさんも、ありがとうございます。あ,あ。みんなになんてこと。いやー、いやー、いやー。 ねえもう自分でもわかんないですもん皆さん本当これからねたくさん目に焼き付きましょうきっとみんなキンプル見るのつらいとかいろいろ思うと思うけど見れなくなっちゃうかもしれないわけじゃんこれからだからもうこれからもう一回一回が貴重ですよ いやミミさんもお恋愛のキングリペンねっキンプリの近況聞けたら嬉しいよねチョコミルクさんもありがとうございますまーちゃんもありがとうございますレモンケーキさんもあれんくん推しなんですねおやすみなさいこれからも一緒に応援していきましょうまいさんこのどうしようもない気持ち少し楽になったみたいよかったですきのさんもありがとうございますまかりんさんもありがとうございます どっこいしょ、わっしょいさんもありがとうございます。ひささんもありがとう。ち、ちょ、ち、ち、ちろえさんかなも、あの、ありがとうございます。たい、たい、たいぴオさんも、キンプルで笑いましょう。なおなおさんもありがとうございます。ゆきさんもおやすみなさい。まさきさん、ありがとうございました。 ハムちゃんさんもありがとうございます。ユうコムさんも、またこれからもよろしくお願いします。れな、れなともさんもありがとうございます。ルイルルさん。いや、本当にね、寝たくないですけども、必ず寝なきゃいけない日がやってくるので、ちょっと寝てね、気持ちを切り替えられるようにするといいですよね、きっとね。ふれんさん、ふうれんさん、おやすみなさい。 えー、なんて読むの林さん、ありがとうございます。ポニーテルスマイルさんもありがとうございます。鈴ママさんも、あ、こちらこそありがとうございます。私もね、全力で、6人応援します。レオンさんもありがとうございます。レナさん、レナピオさん、ありがとうございます。小栄さんもありがとうございます。ヒチャさんもありがとうございます。ユイさんもありがとうございます。さやかさんもおやすみなさい。 サララさんもありがとうございます。オキさん、ありがとうございます。おやすみなさい。ニャンママさんもありがとうございます。オリさんもありがとうございます。おやすみなさい。テテ大好きさん、悲しいけど、最後まで応援しましょう。あやかんぬさんも、キンプル映らない。あら、TVer、ィーバーで見るといいと思います。TVer で見れますよ。見れないのかな ?TVer で見れると思う。ちょっと、 リアルタイムじゃないけどじゅんさんもありがとうございますミルキーさんもありがとうございましたおたふくさんもありがとうございました皆さんおやすみなさいおおじゅりさん昨日何の気なしに YouTube 見ててまさか何かの予感だったのかないやーねかそうだったのかもしれないそしてまいこさんマイカさんもありがとうございます 私も共有できて良かったゆりさんもありがとうございます三島梨沙子さんもありがとうございますチルエさん将軍一人で海外行くのかな将軍の心は決まってる顔してわ、ね、からないですけどこれからもね6人を応援し続けていきたいなと改めて皆さんとお話できて思いましたではね皆さんゆっくり休んでくださいおやすみなさい おやすみ